吉川英治作。山浦清茂。小物の兄弟。一。ロブのダンスを見てくれい。袴の紐を締め終わって、開始、印籠などを身につけながら、付け貨幣は次の前立つ妻の後ろへ行った。下の引き出しじゃ。この正月、 山浦さねおが打ち上げてきた一腰があるじゃろう二尺六寸ほどなもので、新しい木綿に巻き、まだ白さやのままで。ございました。この方のではございませんかそれそれ。と、貨幣は手に持つと、座敷の中ほどにゆったり座り直した。今朝、この新州松城の城下、長国寺の境内で、藩の お抱かかえ家事、正治直種が主催で、大掛かりな刀の試しがある。それはもう、明け方から始まっているはずとあって、気短な貨幣は、早くせい、早く早く、と、食事も咳立てるので、彼の妻は、夫を送り出すのに、うろうろして、急いだほどだった。で、もう玄関には、草履を揃えて、友の中元も、 さっきから待っているというのに、家兵は白砂屋の一腰を払うと、どぶうちこを出せと、落ち着き直して悠々とまた刀の拭いをし始めた。夕べも一人で取り出して夜更けまで眺め入っていた刀である。よほど気に入っているらしかった。うん。いいところがある。 直谷のねの内物などよりは、無名のこの作者の方が、はるかに魂が入っておる。つぶやいて、木綿袋へ巻き直し。では、行ってくるぞ。と、膝を立てかけた時である。降りも降り、客と見えて、玄関に控えていた中元が、そこから告げた。ご神父様、山浦のご舎程がお見えでございますが声を聞いて、貨幣が、 直に奥で行った。何サネオの弟が見えたぞ。うん。大石村へ養子に行ったとか聞いていたが、あの玉木と申す寺なんであろう。いいところへ来た。ちょっとあげろ。に山浦玉木は、またの名を、蔵之助とも言った。まだ二十歳ぐらいで。 固くかしこまって座った。黒い瞳には、どこかに、チキとハにカを持っていた。藩士ではない、小物に近い山田との合子の子である。だから、城下へ出てくる時など、ことに身をしっそにしていた。粗末な木綿の着物に木綿の袴、どこと言って派手げのない、田舎びた青年だった。けれど、それでいて、 肩の薄い肉付きだの、整った目鼻立ちだの、天性の鍛錬が、どこやらに潜んでいた。そうか、お年貢のことで、お蔵役所まで参ったのが、よく寄ってくれた。ついでと申しては、恐れ入りますが、以来、ご無沙汰いたしております。常々、兄のサネオがまた、人型ならぬご日頃ごに預かっておりますよしで。 いやそちの兄も、ぐんぐん腕が上がってきてな。後ろ立てしておるわしも、世話がいがあるというものよ。時に、そちはもう、近頃では、刀もうつまいな。はい、8日先では、刀をうつなどという暇はおろか、刀を見る間もございません。庄屋の雑務やら養蚕やらで。百姓もいい。そちのような者が、庄屋の後目を継いで励めば、あの辺の村々も、 ずんとよくなるに違いない。たまきは、ふと、寂しげな顔をして、近頃も、兄は相変わらず、お宅様へは、伺っておりますかうーん、稀に見えるが、今年はまだ、正月に打ち上げた、この刀を持って見えたきりじゃ。おそれは、兄の期待でございますか見るがよい、懐かしかろ。はい。 手を差し伸べかけたが。いやあ、よしましょう。刀を見ると、また火事小屋が恋しくなって、兄のように自分も土を持ちたくなります。そっちも刀火事が好きと見えるな。兄は、上田の五条家に住む、河村和隆の門に学び、私はその兄から十三四歳の頃より、土の打ち方、重ね金の仕方、土取り、火入れまで教わりました。 では、今までには、兄弟して、撃った刀も多かろうな。いつも、兄が本槌に座り、私が向こう土を取って、世の知らむのも知らず、打ち明かしたものでございました。けれど、竹養子に参ってからは、兄に会うのも、年に一度か二度。土の音さえ、この頃はとんと耳から忘れた気がいたしまする。 出先らしい様子に気づいて、玉木は、急に長座を浴び、携えてきた土産物の山眉織一端と山芋のつとと奥へ渡して、また、伺いまする。自死かけた。主の告げ家兵は、袋巻きの白さ屋を引っ提げて、一緒に立ち上がりながら、帰るのかでは、その辺まで、どうどうしよう。と、一緒に門の外へ出た。 家ごとの暗図の花から薄い朝霧が立ち上っている。川中島の巣をめぐるソリンや丘の草にもほのかな緑が燃え出して、信濃の春は雪毛を流す千曲川の林のように一山に訪れてきた。兄の撃った刀を持って家兵が家を出てきたので山村玉木は、今日はどちらへお越しでござりますか それが気にかかるように尋ねた。知らんのかと、家兵は、彫刻寺の境内に今朝ある試しの催しを話して。誰が言い出したか、お抱え家事の少子美延名直種の撃つ刀は、折れやすいという噂がもっぱら立ったものじゃ。で、直種やその弟子どもは、けしからぬ中傷と怒って、自分たちの撃つ刀が、 噂のごとく折れるものか折れないものか囚人の前で試してご覧に入れる。折れる折れると言われる刀は大方、金号の名もない雑火事のこしらえものに違いない。さようなイまも者と混同されては心外である。六を頂戴しておる犯行に対しても鮮明にする義務がある。などと広く力んでな。大がかりな試しをいたすというので、 これから出向いてみるのじゃよ、と説明した。玉木は聞くと、さらに目を見合って。では、お持ちになった兄の刀も、そこで試すおつもりですかうーん。直種の弟子どもは、天下に直種ほどな名人はないように、言いおるでな。無名の、しかも、刀鍛冶とも名乗らぬ、素人の中にも、核のごとき、隠れた上手があることを、 見せてやろうと思うのじゃ。では、さっき、見ようとおっしゃったとき、私も見ておけばようございましたな。にこのサネオの刀かはい。そんな心配はいらぬ、見事なものだいそやも、わしはこれを自慢に持って、寺社奉行の山地玄太夫様のところへ行き、お見せしたところ、ことのほかお褒めに預かった。 そこでぜひ、玄太夫様にも、一腰、サネオへ追いつけくださるようにと、お願いしておいたところを、心よくご承諾で、その後、大将一揃い、サネオ方へご注文があったという知らせで、わしも面目を施し、サネオにとっても、いよいよ、夜に出る時が来たと、喜んでおるところじゃよ。と、貨幣はまるで、我がことのように、嬉しそうな顔なのだ。 その顔つき通り、サネオの撃った者といえば、信仰的な自信を持って、切れる、折れない、曲がらぬと、彼は人にも公言してはばからなかった。それほど、熱心な、講演者であった。4. だが、貨幣は、貧しい侍である。金や顔を持って、講演はできなかった。 ただ、勤めて、サネオの人物と作刀を、重神たちの間へ推奨したりまた、サネオ自身へは、たゆまざる精進を弁達してきただけだった。ところが、町代藩では、それより数年前に、カロの矢沢剣物の終戦で、初代推進士正秀の直門、正治みのべ直谷種を、かなり高禄で招兵していた。林は、 当然、双方を比較する。どっちが良いとも言えんな。という表が、密かにあった。いやむしろ、サネオの方が、出来は無駄だが、いいものがあるぞ。そんな見方をするものもあった。そこへ近頃、ナオタネの刀が折れた。どうも、ナオタネの刀は折れやすい。という噂が、パッと立った。事実、川中島のあたりで、 若侍同士の喧嘩があったとき、一方の持っていた直谷の刀が折れた事件もあったのである。また、家中の北沢何菓子もまた、自分も試してみたがやはり折れた。と、言ったとか言わないとかで揉め事があったりして、直谷一門はとにかく噂に対して激怒していた。そこで公開してみせるとなった。今朝の 超国寺の試しである。折れるか折れないか、自分らの作刀を試す会だとは言っているが、その目標が無名家事の山浦さねおにあることは言うまでもない。みちみち、貨幣の口からそんな事情を聞かされると、玉木は、これは、兄の名誉ばかりではないが、と、にわかに心配になった。もともと、兄は刀家事ではないのだ。 山賀の一号師に過ぎない。生来、刀を撃つのが好きで、人に頼まれるまま撃ってきたが、まだその道の専門家とは、決して言える腕ではない。その兄の担当と、一斉に名称の聞こえの高い、推進士正秀の皇帝、直種の刀と、どうして、比べ物になろう。大丈夫貨幣は思い込んでいるが、 玉木は内心、アンジスにいられなかった。少年の頃、兄の向かう土を打ったことのある玉木には、兄の腕が、たとえその後上達しているにせよ、どの程度か分かっていた。貨幣様、その試しの場所へ、私も一つ、お連れ下さるわけにはいかないでしょうか。何そじもくるよかろうとも、家中に限るという規則はない。 なおた一門の方では、事を一人でも大勢に見てもらいたがっているほどだからな。だ、よそながらお供として。何をはばかることがある。山浦サ雄の弟として、威張って来い。大手を振って、ついて来い。両作、川中島。一。 超国寺の広い境内は人で埋まっていた。しかし皆武士ばかりだし、おごそかな刀試しなので、自然見る者も立ち会い人も静粛だった。末切り、試し物目録。一、神傘、厚み三分七輪、おぶぐ型五不要物。一、渋一ツワ、厚さ一分二輪透かし彫り。一、 タワラゴム、ニワイタバネ、ゴまわし青入り、青オダケイリ。イチ、シカノツノ、ミツマタ。イチ、テッサイリ、コネバリ、ジンガサ。イチ、フルカワ所持。先祖、大阪のジのおり、着用の品。一チ、カブト、ツゲ、所持。目方七百五十文目。八万座、金ネみ、一部余り。古作。 北へよし。こう、墨黒黒と書いた張り紙のて板が、どこからも目につく幕の前に立てられてあった。見ると今、選ばれた切り手の一名が、技物を振りかぶって、土壇の上の星らを切っていた。この通り、瓦十本ばかり残って見事に切れた。切り人は、使った刀をかざして、なお種の作風。 はこぼれ、曲がりなし。と、どなって、立ち合い人の方へ渡して引き下がった。ジンガサー、の古かぶと。と、次々に別な刀を持って出て、別な切り人が試みた。皆、直種の刀だった。そして、かなりな切れ味を見せ、二たち、三たちでも切れなかった刀でも、俺はしなかった。 直おねの悪評は訂正された。まだ、鉄条を切るとか、鎧の金堂を切るとか、だいぶ項目が残っていたが。そう時刻があるまい。このあたりで、血と他の刀を試しては。立ち会人から当日の主唱者であり、また今まで試された刀の作者、三延べ直おね相談があった。 ナオタネは五十四五歳の老人だった。もちろん、熱心に目を光らせて、将棋にかけて見ていた。いかがでござろうもうこれくらい試せば、もはや、あらぬ世用が気候を中傷するための嘘であったということは、誰も承認したであろうと存じますが、立会人がそう言うと、ナオタネは、 大落草に笑顔を崩して。いや、ご苦労でござった。わしは最初から何も大して気にはかけておらんがのう。弟子どもさえ承知なら。では、近頃仕切りと名の聞こえる山浦さねおの作りを四五本ここで試しますが、ご依存はございますまいな。まあ、あまり角目立たんがよいが。 いや、持参して、望むものもございますから。望まれれば、試合を挑まれたも同じこと。いやとも言われまい。何事も、お世話人と弟子どもに、お任せいたすね。しからば、と、立ち会人が席へ下がると、霧人はまた、名を呼ばれて立った。二。山浦サネオのく。 一刀を払って切り手が、こう刀を衆に示して据え物に向かうと、監修も切人の息と一つになって、死となった。分けても、玉木は葬儀を固くして、切人の手元を睨んでいた。息もせずに。手にも我となく汗を握って、えいという声を、耳というよりは彼は、 心臓を突き抜かれたように聞いた。末物のしかずのから、ドスッと鈍い音が跳ね返った。切り手は二たち目を下ろした。そして三たち目。曲がったと叫んで身を引いた。むきのそばにいたげ下平はぐらぐらとしたように前へ出て行った。あ、しばらくなんじゃ。失礼ながら、今の試しは。 切り手の手元に少しご無理があったように見受けられた。この一刀でもう一応お試しがありたい。心得た。と、貨幣が携えてきた一刀を受け取って、切り手は前のようにそれを監修の目からずっと直種一門の控えている方にまで手元を徐々に回してみせた。うん。見た目には姿のいい刀が。 直谷の弟子がつぶやいた。霊部の色がそのあたりで漂った。だが、直谷はその刀へ、将棋から礼儀をして、大事に、と注意した。白さなので切り手は仮つばを入れ、白布でつかまきして振りかぶった。慎重な構えと澄み切った規則の合致した刹那。やっと満身からおめいて、 段の上のツバを切った。ツバは七分まで切れた。しかし、ビンと異様な音が誰の耳にも触った。切り手は刃を上げて、はばきから一尺上、はくぼれあり、固い。言いながら無造作に立ち合い役の手を渡した。貨幣は蒼白になってしまった。怪我をした我が子でも見守るように。 手から手へ渡されて、デーブの目に持てあそばれてゆく哀悼の方を眺めたまま、呆然としていたが、突然、そばにいた玉木が何か叫んで、ばっと人々の監視の中へ駆け出していったので、おお止めるとも励ますとも、どっちつかずな声を上げて、自室の我から驚きの我に帰った。 公平でない。今日の型の試しには、公然と、観察が行われていると存じます。山村智樹は、こう周囲へ向かって訴えていた。静かだった空気は、彼の凄まじい声も打ち消すほど、途端に喧騒のるつぼに落ちていた。今、切り手の手から、立ち会い役の手へ渡された、兄、サネオの策。告げ家兵が持参の一刀を。無下に、 玉木が取ろうとしたからである。何をする場所柄もわきまえず。不正があるとは何をほざくか。覆いかうさって玉木を阻めた直種の弟子や切り手の侍たちは、その襟紙や両腕を取るなり、この青りさい目が、引き戻して玉芝の中ほどへ蹴倒した。踏まれても蹴られても玉木はすぐ跳ね起きた。そして、卑劣があると見た。 不正があるやり直せと、叫んでやまなかった。ナオの弟子たちは、つまみ出せと、息巻いたが、その時、玉木の叫びへ、こだまして答えるように、監修の中からも、そうだ不正が見えたぞやり直せという声が、所々に起こった。それをまた、打ち消すべく、黙れ、やかましい刀は正直だ 言い返すものがあると、さらにそれを圧迫して、やり直し、やり直し、と宣言するように、一定やまない見物もあった。午前、平成、直種の一派を支持している者と、密かにそれへ反感を抱いている者との感情が、玉木の一等席によって、露骨な波乱を呼び起こしたのであった。そのうちに、誰からともなく、 あれは、山浦の射程だ。という声が伝わったので、直ね一門は、何サネオの弟だとと、目を見張り直して、いよいよ事態は、厳悪な対立の層を呈した。四。今の玉木は、灼熱した鋼であった。誰の言葉も、その赤い耳は跳ね返して、やり直さぬうちは、 一歩も引かなかった。以上はそれかと、中へ入った世話人たちが言った。それだけです。順調な目を光らして、玉木はなお繰り返した。土毛色な表をして、さっきから見ていた、見延べ直種は、お世話よく望みに任せてやらっしゃい。と、将棋から言った。そして、今の刀を、 その若者に持たせ、同じつばを切らせてみるがようござろう。と、付け加えた。セり人たちは玉木へ詰め寄って、見事、切るかと、正した。切る玉木は公然と唇を噛んで答え、いざと、自分を知ったするように即座に、袴をくくり上げ、下げをほどいて、袖を肩た,たすきにからげた。だが、 先につばを切ったサネオの一頭を受けてみると、恋にり手が無理をした後が、歴然とその箱彫りに読める。たとえどんな伝説の名刀でも、邪神を持っておろう、曲げようとすれば、傷つかるということはない。刀は、名教である。人は、死水の姿で、それに溶け合わなければならない。一点の曇り、 一点の揺らぎでも心が動じれば刀も来る。玉木はまず怒りを沈めた。そしてただ、八万と念じて壇上の唾へ八紙と刀を入れた。唾は真っ二つに切れた。しかも刀は元のままだった。お、切れた。 人々の間から流れた簡単の声を聞くと、玉木のまなじりは、たらたらと湯のような涙を垂らして、一筋の歓喜を方へ描いた。高んなりし、熱唱の日。一。兄の女は注がれた。これでいい。玉木は刀を返して、すぐ身を引きかけた。 すると、ミノベ・ナオタが、まだしゃい、と声をかけた。何ですかお主は、山浦・サネオの弟じゃそうだの。そうです。それがどうかしましたかいや、褒めてあげるのだ。そう怖い目でわしを睨むことはない。兄思いな情けは見上げたもの。未熟ではあるが、兄の刀も。 そうどん作でないことは、お見ためになったろうな。いや、わからぬ。なお直たねは首を振った。一振りぐらいめしたとて、そうやすやす折り紙はつけられん。まちの巧妙ということもあるからの。今、見事に切れたのは、お主の一年が切ったので、刀が切れたのではあるまい。ば、ばかな。今朝からわしのくは、 十く振りも試しておるのじゃ。それと互角には申されまいが。口惜しくば、なお、二刀三刀、数を重ねて試してみよう。おういくらでも。門人、サれオの刀を取り寄せて、次の末物を切らせてやらっしゃい。それには及ばぬ。玉木は、自分の腰に横たえている刀の塚を打って、 兄の策は、ここにもある。ん自信の差し量か。なおよかろう。して、据え物には何を置くか。何なりとも。よし。直種は、古株との鉢金を段に据えさせた。そして自信、立ってきていった。あの、目録にも見える通り、わしの策でも、これではないが、他の鉢金を切っておる。お主、 口ほどならば、これが切れぬことはあるまいが。何のと、たまきはそれを見つめた。どうじゃやるかいたします。しからばと、なおたねは身を引いて、拝見しよう。やらっしゃれ。と、言い放った。二、たまきは再び、身構えを取った。見ではない。 心である。こういう感情の中ですぐ心を無念無想に取り戻すことは難しいことだった。けれど、直オねがわざと若い彼の心を怒らせるようなことを言ったのも一つの十作である。タムキはそれと察したので、努めて微笑を持って心を乱さなかった。これ式のものが切れないでどうしよう。 まきは自分の差しうへ手をかけながら強い信念をふるい起こした。身に帯びているこの刀こそ自分がくななさ歳の頃、ょうじんにせいをかけ、兄は本ちの座に座り、自分はい図ちに向かって夜となく昼となく兄弟二人の魂を火として打ち鍛えた刀なのだ。兄と自分との合作である。 しかも、この焼き場の中には、母の舞う頃さえこもっていた。兄弟二人が一心不乱になっていると、母は絶えず仕事場へいたわりに来て。おう、せいが出るのう。二人のガス、土音は、ご先祖様のござらっしゃる土の下まで響いていこうぞ。今でこそ、赤岩村のわびしい豪子。 クワを片手に、カイと共に、おき伏ししている土侍じゃが。おもとたちのご先祖様はといえば、足利の世の頃まで、今も昔のままにおる、この辺り一帯を取り出として、南朝方へお味方した、山村、日立之助というた、ならたる勤能の名称じゃぞ。刀を打つなら、ご先祖様のような、 お心になってうて。家事や職人になるほどなら、桑を持って土を耕した方がどれほどましか知れぬぞ。侍の魂を撃つ身は侍以上の魂でなくてはなるまいが。と、骨休めにと茶を入れていたわり慰めてくれる間も母はそうした訓戒を二人に対して忘れなかった。その後、 ゆうやって自分の身は刀舵を断念して大石村の豪子、庄屋長岡家へ養子に行ってしまったものの。今も母の教えは心にある。兄の父夫は耳にある。そして自分の当時の一心と、この三つのものの結晶がこの刀ではあるまいか。どんなものでも切れぬはずはない。 彼の信念はそのまま不動の体になって刀は静かに頭上へ上がった。そしてぐっと下腹に宇宙の気を飲むように力が入る。その鍛錬の力が満身の気となって、えいと一斉のもとに肘が下ろされようとした間髪。お、待ったと、見延べ直種が不意に声をかけて、 彼の切っ先の前へ迫った。はっと、思わず気を緩めると、直オタは、据え物の古とへ手をかけて、少しその位置を直した上。肝心な的が少し曲がっているげな。さ、改めたぞ。やらっしゃい。と、身を引いて、またじーっと、玉木の手元を見つめていた。いらざる解釈。と思いながら、 玉木は、刀を持ち直して、一気に、かぶとの上へ切りつけた。バンと、異様な音響がして、何事ぞ、刀は二つに折れて飛んだ。ド釜のような刀の欠けは、宙へ上って、ブンと、観衆の中へ落ちた。どっと、そこの人々が動く。同時に、名ウタネの弟子、その他、かかることあれかしと、 ひそかに祈っていた連中は手を打ってわっと笑った。し、しまった。巣からわずか一尺ほどしか残っていない半身の刀を見つめたまま、玉木は傍然、我も亡くなってしまった。動くことすら忘れていた。いつまでも折れた刃をそのまま身をこわばらせて髪を注げだてていた。 唇は見る間に色を失った。残機の目からは止めどなくボロボロと涙が伝わってくる。周囲の調和も部別の目も頭が痺れて聞こえなかった。たむき、たむき、触れ、もうよい、引き下がれ。誰かしきりと自分のカイナを組んで引っ張るものがあった。彼の足は 墓石みたいに動こうともしなかったが、ふとその人の顔を見ると、すげ貨幣であったので、はっと緩むと、これ、いぐろしい。貨幣は、共に泣きながら、酔いどれでもひっつかむように、無理無定に人混みから三門の方へ、彼を拉していった。三、す、すいません、貨幣様。 三分の下まで来ると、玉木は声を上げて泣き出した。貨幣も肘を曲げて顔を覆いながら。な、何を泣く泣くことがあるものか。お前たちはまだ若い。いくらでも、いくらでもまだ先はあるんだ。きっと、きっと、今にあなたのお顔は立てます。ケチな、馬カ貨幣は、おつしながら怒った。 わしの面目などどうだっていい。口惜しいのはもっと大きなことだ。兄に会ったらあからさまに今日の司祭を伝えておけよ。よ。よ。はき違えて遺恨を含んじゃならんぞよ。自分を励ます餅としていっそう精進してくれとな。そう、伝えるのだぞよ。わかりました。じゃあ、げさま。 またいつか、お目にかかります。いいスてると、顔も見ず、貨幣の手を振り切って、玉木は一山に駆け去った。真昼の道も真っ暗だった。玉木は恥に打たれて、日も見られなかった。往来の人に顔も見られるのも嫌だった。おい、おい、待てよ。誰か、後ろから追いかけてくるものがある。 アミをかぶって、星袋に、旅の持ち物を入れ、短いヨシツネバカの袴越しにくくりつけている若者だった。町の辻で、若者は玉木に追いついた。後ろから肩を掴んで、待てと言ったら、つんもがき様は、何気が立っているので、玉木も、キラッと目をといで振り向くと、アミの中の顔は、自分よりもっと若い。 まだ、やっと、十七八歳かと思われる少年武士なのであった。が、年上の玉木よりは、どこか沈着で、大人びている口ぶりであり、態度も多いように。何を怒るのが、わしは貴様に好意を持って、わざわざ追いかけてきたものだぞ。怒ったわけではないが、つい、気の乱れていた矢先なので、そんなことでどうすると、年下のくせに、 少年はそうたしなめて、超黒字の刀試し、どんなものかとわしも見ていたのだが、貴様はうまうまと、見延べ直垂れの手に乗ったのだ。えど、どうして二度目だ。あの時、貴様が最初に気合を込めたままやってしまえば、古兜の鉢金ぐらい、きっと切れていたに違いない。老快な相手方は、その鋭い気を抜くため、わざと待てと声をかけ、 何の必要もないのに、兜の位置を少し直したりしたのだ。あ、そうだったか。もう一度借りたまえ。今度は拙者が切り手に立ってやる。いや、ご厚意ありがたいが、よそ。見ていた他人の拙者でさえ腹が立つのに、残念ではないのか。もう、古兜など、切りたいとも思いません。多実もっともっと。 大きな望みを切り落としてみせる。だが、さっきの取り乱した失礼はお許しください。ご行為は忘れずにおきます。あなたのご存命は最初は、長州の藩士、金子十介という者、この松広藩で有名な佐久間象山先生の名をお支いして、はるばる江戸から回り道して立ち寄ったが、あいにく象山先生はご不在。 虚しく帰ってきたところだ。私は、赤岩村のご子、山浦玉木。またどこかで、お目にかかる折もございましょう。いやどうしても、もう試し場へは戻らんのか。はい。たとえ先に観察があったにせよ、不覚はどこまでも不覚です。これから行って、超国寺の大釣り金を切ったところで、まだまだ、今日の自分の気持ちは拭われません。 そんな山国の藩に増山先生のような新知識が生まれたのは不思議と思っていたが品のにはいろいろ変わり者がいるのだなそれもよかろうではおさらばと金子十助はすたすた去ってしまった恋ギぬた 1, 1父のない後は 長男が家の柱だった。母でも老いての後は家長の彼に気兼ねをした。どんなことでも彼がうなずかなければ決めなかった。だから、反応半武士半の合士に過ぎない、ここの小さな家族制度でも一刻に例えれば長男の言葉は主君の言葉みたいであった。足利以前からこの信濃の三冠 小物材の赤岩村に十何代も続いてきている旧家のたくましい針や黒光な柱などとともに、それは今でも源として失われていない山村家の家風なのであった。サネオや今年は雪長屋を使ったぞよ。広い火事間の片隅に六丁ほど休み場がある。母のおすげは、 茶ャボンをそこへ置いて、ふいごに向かっている長男のサネオへ行った。少し休まぬかのう、茶を入れてきましたがな。サネオは刀の地金にする玉鋼を溶かす仕事に顔まで炎にしているので、後で、と言ったまま母の方も見なかった。おスは少し耳が遠かった。もう茶をさして。 今の去年の漬け込みをひとたる開けてみたところ、良い色に使っているわのう。じゃが、そなたが箸をつけぬうちは誰にも食べさすことができるによって、一箸食べてみておくれ。あまりそう賞を詰めても体の毒であろうに。体、母にそう言われると、サネオは自分だけの体とは思えなかった。 いや、すみませんな。では、いただきましょう。手おけの水で、ざっと手を洗って、休み部屋へ腰掛けた。今、かかっている仕事は、どちら様のお刀じゃのナチロ藩のおじしゃ奉行、山地玄太夫様のご注文でござります。他ならぬ告げ様のお口添えで、素人家事の私などには、身に過ぎたご加名と、 妙がに存じて、玉鋼から、吟味に吟味をいたしておるのです。まあ、そうかのう、と、母は嬉しそうに、歯の抜けた口に、ゆきなの一口を入れて、もぐもぐ口を動かしていたが、ソネオの顔つきの良いのを見て、そっと言い出した。またかと、うるさく思わっしゃろが、弟の玉木の、もう、 用意し先の家を出てしもうたことじゃに、なんとか、こらえて、もう一度、家へ入れてくださらぬか。そなたもしっかりしたあいづちの打ち手がないと、常々言い暮らしているおりではあるし。さておよ、どうじゃな。二。彫刻寺の噂は、松代から、 しごりしかない赤岩村へはすぐ聞こえてきた。それから間もなく、玉木が養子先の長岡家から飛び出してしまったという噂が、大石村から金号に伝わった。よもや。兄の正雄も母のおすげも、強いて心で打ち消していると、玉木はある夜そっと裏口から生まれた家へ帰ってきた。そして、 裏のなやで、長いこと母とひそひそ話したあげく、彼の母は涙ながら、サレオのところへ来て、その気持ちを訴えたが、家へ入れるわけにはいきますまい、と、サレオは、養子先へ義理を立てて聞かなかった。もともと、玉木と養子先の娘とは、尋常な縁組ではなく、若い彼と彼女との、 恋の始末を強いてそこに正式化して落ち着けたものであった。それまでにするには中へ入った人々にも娘の親親類にも悲嘆や苦労を随分とかけさせている。曲げられない急兵の家見や困難な事情もどちらも可愛い一人娘と息子のためにと曲げさせた上やっとまとまった両家の 縁組なのだった。それはまだいいとしても、玉木が家出したなら、では里へ入れようとは、どうしてもさねおとして言えない理由が、もう一つある。玉木の妻には、もうこの春、生まれたばかりの子があるのである。その子を捨て、また、秋きも別れもせぬ小妻を捨てて、なんで玉木は、 用紙先を飛び出してしまったか。弟のその気持ちを考えると、サネオとしては涙が溢れてくる。手を合わせて兄思いなその情熱へ、不死拝みたい。おっかさん、せっかくですが、何度おっしゃっても、玉木を家へ入れるなどということは許されるものではありません。もう、言わないでください。 サネオはわざとにベなく言った。そして辛いその胸を土とふいごえ打ち込んでしまおうとするもの,のように休み部屋から腰を上げると。あ、待ち、待っておくれ。彼の仕事着を掴んで彼の母はかつて一度も子に見せたことのないほどな悲しい声を震わせてすがった。でも、サネオや、 あれの胸も察してやったがよい。玉木はわがままや自分のおつり気で余計を出たのではありませぬぞ。なんであろうともです。あれほどご苦労をかけた方や、の長岡家,家に対してだって今さら、それはこの母が長岡家の門前へ行って土下座してもおあびましょう。あの子の気持ちを聞けば。 わしの命は縮めても、望みのように、うちへ入れてやりたいと思うのじゃ。バカなことをおっしゃいませ。おっ母さん、そのように甘いからいけないのです。なんで叱りつけて、追い返してくださらないのですか。どうして、追い返せよ。秋きも別れもせぬ妻を捨て、生まれたばかりのややも残して、ここへ、 戻りたいという玉木の心を、そなたはどうして、組んでやらんのじゃ。馬鹿です。あいつは。な、何を言うのじゃ。と、おすげは、懐の血のみでもかばうように、また、母性の称号を髪の毛に逆立てて、叱咤するかのように。それへ、座りなされ。サメを、座りなされ。何ですか なんとやった。そなたは、弟の罰が当たるとは思、思いませぬか思いませぬ。母が本能の愛に、乱れれば乱れるほど、サネ夫は冷静になって、カジドマの大地へかしこまったまま、冷ややかな表で、そう答えた。三。よー、まあ、兄の実が。 そのような無慈悲な言葉を。おすげは声を励ましたが、この冷然として強い顔を見ると、すぐ気もくじけて、むしろその不機嫌を取りなしかげに。そなたに、玉木の心が溶けぬはずはないじゃろうが。よう聞いてたも、玉木はな、もう一度、兄の片腕になって、そなたを、 松城の名を種にもまさる投稿にしてみせるというのじゃぞ。ご先祖、山浦日立之助様以来の加盟を踏みにじられて、それを注がいでおこうかと、けなげにも念じているのじゃ。おっかさん。なんじゃ。あなたは、玉木を、どこの子だと思っているんですか好のが産んだ子、何を言うのじゃ。さ。 それが大きな間違いです。玉木はすでに山浦家の子ではありません。長岡家へくれた容姿です。長岡の家の地獄なら、そうして注ぐもよいでしょう。だが、山浦家には、不祥ながら、サネオという者がおりまする。お、それは通りの。じゃが、サネオや、玉木とても、このまま、妻も子も、 生涯捨てきるつもりではあるまい。何よりは、そなたにとって、共に土を持ち、刀の鍛錬を極めるに、良い相手がない、弟子もない。それをたまきは苦にしてやる。今、早速に、そなたがうちにかかっている、山地玄太夫様のご加名の品にせよ、ここで一際、優れたものを打ち上げねば、治れの上の治れになろうと。よ、余計なことだ。 では、そなたは、彫刻寺で受けた恥ずかしめを、口惜しいとも、加盟の恥辱とも思わぬのかこちらは元より、百姓号師、同時の片手間に打っている仕事です。先は、天下の当初、推進士の皇帝として、藩から功録をいただいている本業の刀鍛冶ではございませんかなおのことを、そのような名だたる者が、卑劣な、 刀試しを開いて、しかも大勢の前に、こちらの恥をさらしなどすることが、黙って捨ておけることであろうか。知らぬ顔していればよいのです。それを玉木ごとき弱廃者が、いらざる出しゃばりをしたればこそ、恥の上塗りをしてかしたのだ。なんでそのように、玉木を、憎く憎くと取りなさるのじゃ。腹の立つのは、直谷の一門より、 手前にとっては、むしろ出しゃばり者の弟です。子供の時から、血のけばかり多くて、困り者だと思っていたが。そう、今まいで、ご上じゃ。この母に免じて、あの子を、うちへ。いけません。手前が、この矢の主でいる以上は、一足でも。入れることはならぬか知れたこっです。折れる刀、曲がる刀、どんな生倉を作ろうと。 私は私だ。一度用紙に行ったものを戻して、その弟の腕など借りたくはありません。でも、妖家を出ぬ先ならとにかく、書き置きまでして出てしもうたものを、勝手にするがいい。相談づくで、飛び出したなどと思われては、なおさら世間へも先へも、義理が済みますまい。頼む。おすげはついに、ガバと泣き伏して、畳へついた手を合わせた。 サネオ、そなたには内緒でいたが、あれが家でして、わしを訪ねてきた夜から、実は、裏の納屋の中へ隠して、そっと、飯をくれてあるのじゃ。今さら、どこいよいやられようぞ。どうぞ了見して、この仕事場へ入れてくだされ。四、おっかさん、そんなこと、聞かないでも、サネは知っております。 毎夜のように家の近くをうろうろとさまよっている赤子の泣き声でもわかっている。あれは、たまきが捨ててきた妻のお咲が、広大で見えない夫を探しに歩いている声ですぞ、おっかさん。おいの。あなただって、あの赤子の声はお聞きでしょう。水間の痩せた姿もわかるでしょう。広大で、 捨てられた若い女房が、どんな思いでいることか。おすげは、むせびないて、薄い体を、よよと、畳におののかせた。たとえ、この上、山村さねおが、いかに人からつわを受けようが、弟を入れることはできません。断じてできない。あ、もうよそう。お母かさん、お体に触ります。 やめてください。やめてください。ソネオは、不後の前へ駆け寄って、どっかと、むしろの上に座ると、金火箸を取って、真っ赤な、洋鉄となった玉鋼を、ほどの中から引き出した。そして、金敷の上に、それを置くや否や、小槌ちを取って、唇を噛みしめ、一年に打ち始めた。ば、ばっば。 土の先から炎のくずが飛んだ。目にもいっぱいに赤い涙が溜まっている。涙はこぼれて鋼を冷まし、冷めた鋼はまた、ほどの中へ投げ込まれて、彼の苦しい胸の合気を吐くように、ふいごの息にかけられた。と、すぐ、ふいごの上の竹窓のしに、ちらと人影が刺した。 弟の玉木だった。兄貴。兄貴。あ、玉木だな。まだいたのか。そこらにうろついていると、飛び蔵を浴びせるぞ。とっとと、大石村へ帰れ。もう、会わぬぞ。何おっかさん、お出しあれ。おすげは駆け出して、玉木や。叫んだが、彼の姿は、 もう先祖以来の大木に囲まれた家の外へ走り出して、千曲川の上流に沿う霧岸の道を、そのふるさとの少年頃から慣れた道を、本流の流れる方へと、ただまっしぐらに帰り見もせず、どんどん駆けていってしまった。五。春は去ったが、 また、やがて、彼女のさまよう夜の数も減ったが、でもなお、折々に、ホトトギスの泣きぬく夜の闇の夜など、山浦家の裏に、ポカッと、白ょうの花のような女の顔が、悲しそうに佇んでいることがままあった。たむきの妻の、おさきだった。ちのみごの名は、梅作といった。 まれにまた、その梅作の悲しげな鳴き声が、ちくまの水の結びかとも聞こえることがある。そんな晩、夜鍋の,の土を投げ出して、正サは、そっと闇へ抜けていった。そして彼女が、やがてしよしよと、家路の方へ帰るのを、見届けると、ほっと胸をなでて。バカめ、血の毛が多すぎる。 やり場のない怒りを彼は星へ向かって罵ったりした。そうかと思うとまた。弟よ。帰って来い。ここは山がだ。こんな平和なとこがどこにある。世間に構わず帰って来い。母が丈夫でいるうちに帰って来てくれ。よ。弟。相当の世間へ、人中へ、とうとうと 絶え間なく走ってゆく、千曲川の激流に声を託して、家の前の霧岸から一人でこう、おろおろと叫んでいる夜もあった。秋になると、ぱったり、お先の姿も、この泣き声もしなくなった。もしや、わずらっているのじゃないか。ひょっとして、首でもくくって、と、そんな不吉まで、 案じられて、ある夜、サネオはそっと、たばきの去った妖火の火器の外に潜んでみた。もう、寝静まった夜更けであったが、月の白い縁先に、おきは、絹田を打っていた。打っている絹は、エイジの冬着らしかった。小泉は、やがて良き、母となってゆく。 だのに玉木は、どこにいるのか。サネオは、月の下を、黙々と帰ってきた。その年、天保六年。秋も過ぎ、雪に混じって、木々の冬場が舞う空になっても、サネオは、とうとうまだ一作も、刀を打ち上げていなかった。 先ずるとき。一。クさんどうしたのさ、くらさんてば弱いくせに、飲めもしないお酒を、やけに飲むんだから、困った人ね。ユなのお鈴は、持て余したように、上がり口へうっぷしたままでいる若い浪人の体から手を離して、呆れ顔に、ただ眺めてしまった。浪人は、玉木であった。 ここは、上田の城下に近い別所の湯場であった。まだ、ふるさとに遠くないので、身を恥じてか、玉木という名を捨て、別名の倉之助をもじって、倉吉と名乗っていた。お鈴は、かよい女で、小さいながら湯町の裏に一軒持っている。去年、家を去って、ひとまずここの湯宿に沈面していた玉木は、 いや、倉吉は、その宿で、お鈴の世話になったのが縁で、彼が亡くなった頃から、つい、女の家へ移っていた。お鈴は、彼の苦問を知るよしもない、じっと沈面しているかと思えば、ぶいっと出て、酔って帰る。湯町に救う遊び人の仲間に入って、悪さをしているのも知っていたが、それでも男に、 愛想が尽きたとは思わないおすずだった。風邪をひいても知らないから。本当に、この人は。口が酸っぱくなったように、すぐそこの鏡台と長火鉢の間へ、ずんと座りかけたが、やはり気にかけずにはいられないで。ね、起きて、座敷で、楽に横におなんなさい。ご章だから、肩を揺すぶると。 上がりがまちにしゃがみ込んで、踏み痛い、よだれを垂らしていた倉吉は。う、るせえな。うるさいじゃありませんよ。水をくれ。水、み、水だ。あげますから、うち、ん、へ上がりますね。茶碗にくんで渡すと、ぐっと飲み干して。おすず、いろいろ、世話になったな。何を言ってんのさ、この人は。いや、 酔っちゃいねえ。それだけ酔っていればたくさんでしょ。う。午後や一章で、少年を失ってたまるものがい本章だ。お、俺は、本章で礼を言うんだぜ。そのうち冷めるでしょ。う。何でもおっしゃいよ。ここへ来たな、去年の春の末だったかな。あれから一年半、もう秋だ。早いな。はははは。 それから洗濯物の世話、小遣いの世話。年月は短いが、浅い音とは思わねえ。別れた後も、年上のおめえだから、姉さんだと思って、忘らずにいるからな。いやだね。手なんぞついて、格子口から見えるじゃないか。みっともないから、もう、引っ込んでくださいよ。こむんじゃねえ。こう、これから、俺は旅立ちだ。いや。 姉さん、ご機嫌よく。あら、と、お鈴は、どまへ飛び降りて、どこへ行くんですよ、そんな、だらしのない格好をして。旅へさ。え本気かえ、お前さん。に、酔うと、青白くなる酒の章である。倉吉は、じっと、 お鈴を見つめた。お鈴には男が冗談なのか本性なのか分からなかった。いつも、よとばかり言ってるから、今日もそれかと思うだろうが、実はさっき、岩戸の2階からいきなり名を呼ばれたので、はっと仰ぐと、真っ白藩のつげ貨幣というお人、おら、夢中で逃げ出した。 きとでも狙われているんですかいきどころか。寝るにも足を向けねえつもりのご恩人だ。だが、そのご恩人にこの姿は見せられねえ。そう見に汗をかいて、しみじみと、オラ今日は考えたのさ。考えたとはこうしちゃいられねえ身だ。どこぞへ行って、オラ命がけで日本一の 刀鍛冶になって見せなければならねえ。身の出世に悪せく、あがくわけじゃねえよ。そうしなければ、すまねえお人が、告げ様、おふくろ様、兄貴、それから、それから今だ、幾人となく、この世にいるんだ。だから、私を捨てるんですかと、大概、決めつけてくるだろうと思ったから。 何も言わずに行こうと思ったが、酔いつぶれの面をかぶって一言、礼に来ただけでも、しおらしいと思ってくれ。嫌です。何が、そ、そんな口がしおらしいものか。勘認しろ、おすず。とんと、女の胸をついて、倉吉は格子の外へ素早く姿を消してしまった。お鈴はかんだ高い声を上げて、往来まで走ったが、すぐ、 とめをもって、だしで、泣くなく帰ってきた。その翌日、彼女の家は戸が閉まっていた。家財も、前の晩に、こっそり、道具屋の手に移されて。三。あのあとは、じ人、つげ家兵も、さだめしつらい立場にあったろう。あるいは、んの中で、 気配の身では自分以上の苦境だったかもわからない。家老の矢沢健持が講演する直オタ一門の圧迫もあったろうことは想像に難くない。その恩人へ、と思うと倉吉は済まない、と胸で手を合わせたぐらいではいられなかった。湯町の長ゾスなどと酔い歩いている醜い姿を その人に見せたまま振り向きもせず、つい逃げてしまったが、それでいいだろうか。たとえ、十年先、二十年先に、一人前の健康となって詫びをするにしても、その、長い月日の間、と、恩人の三心を思うと、いても立ってもいられない。 ひょっとして、貨幣が、その消息でも、赤岩村に残してある老母のところへ頼りでもしたら、母は嘆きのため、寿命を縮めるかもしれない。そうだ。せめてこの気持ちを、告げ様だけにでも、漏らして去ろう。冷たい秋の夕霧が、そう呟いてゆく、彼の表を吹いた。 ちくまの水に沿って、彼は野を歩いた。河原を歩いた。そして、故郷の山へ、つらい顔をむけながら、もう一度と目をつぶる心地で、松城の城下に近い、川中島の小島村まで来た。そこの万昇寺には、知っている坊さんがある。七日ばかりの登流を頼み、身を潜めて、告げ貨幣へ当て、 自分の心をれきしたつぶさな手紙をしたためた。ょうさん、どなたか、この手紙を持ってごうかまでお使いにいってくれる人はありませんかな子供でようわかるお使いですかええ、お小僧で結構です。ただ、なあてのつげ様は、先ろ別所でお見かけしましたから、ひょっとしたら、 おるすかもしれません。そしたら、ご神像様へお渡しして、よくお願いしておいてもらいたいので。承知いたしました。その使いが出た後で。お世話になったが、明日出発しようと思います。寺にやり合わせの古傘古家飯で結構です。お恵み願いたいものだが、お安いこと。 だが、一体、どこへ行くんです解目当てはございません。当てもなくて。どかなりましょう。江戸で行けなければ髪型。髪型で人間になれなければ、中国、九州。土と金家のある土地なら、火事小屋の一軒ぐらいは、どこかに立ちましょう。常名はその晩。 彼をろばたに招いて、芋がゆに一杯の酒を温めてくれた。人に顔を見られぬうち。と、明る朝は暗いうちに起き、常妙にも黙って、そっと栗の横から戸を開けて出た。朝の月がまだあった。悟空さんも、戸隠山も、黒姫も、 ねぶたげな霧に包まれている。ぽポトポトとぽとと、そこらの松や,やれびさしから、つゆが降っていた。ふた足、みあし、歩き出した時だった。つゆの音すら、耳立つ明け方のしじまを破って、ふいに、くあんと、大空がなった。おやなんだろう 川中島のソリンの上、バッと小鳥の影がホコみたいに立った。と思う間にまた、ゴン、ゴン。朝の雲が裂けるかのような強い響きである。彼はその音響に気を取られながら、このぐらい山門の下をくぐった。そして石段を降りて十歩も歩み出したかと思うと、ビュル どこかで激しいゆなりのするように空気が鳴って偶然と十軒ほど先の大地に大砲の弾が炸裂した。地を揺り上げられた心地でハッとすくんだ途端に小石混じりの土が炎症の煙と一緒にビシャッと飛んできた。おあと、倉吉は両手で目を覆ったまま大地へうっぷした。 4. しばらくは、耳も気も遠くなっていた。と、ほどなく、野け自宅の藩士たちである。広く狼狽した体で、六七名ほど、バラバラとここへかけてくるなり、倉吉の姿を認めて、あっ、怪我人が、吹かれか走り寄って、彼の体を抱き起こした。一混じりの土砂に飛ばされたのである。 晴れ上がった顔を押さえながら。何大したことじゃございません。黒吉はやっと気がついて首を振った。お話しください。大丈夫ですから。待て、手を手をして使わす。それには合いません。ダメだ。顔から血潮が流れておる。足もどうかいたさんかようござんす。話しておくなさい。待てというに。 よほど責任を感じていると見え、藩士たちは無理に彼の血を拭い、そして薬を塗りなどしていた。どうじゃな、怪我の様子は。そこへまた一人の組頭らしい藩士が加わって、心配顔に倉吉へ直に尋ねた。塗りの陣笠に金箔釣りの門が朝露に濡れていた。大きな口。 濃い眉、そして滅多にない長面の人物である。年頃は三重絡みとしか見えないが、軽々と光る目が、むしろ、そこ気味悪いほどだった。宝日、朝連中の過失じ者。鳥打ち峠の岩花を的に、狙撃しておったそれ玉が、いての未熟のため、こんなところへ落下した。許されよ、ご郎氏。 丁寧な謝罪なので、は、と、倉吉は思わず、大地へ手をついてしまった。いや、何かそういう人物のやつに打たれた感じだった。幸いに、傷が軽微で、こなたも頂上じゃ。こ行にお差し支えはないか。安心くだされますな。差したることはございません。どこかで、 お見かけしたようだのう。はてな。拙者は、松代藩の学問上頭取、佐久間修理ゃ。あ、では,は、あなた様が、造山先生でございましたか。五郎氏は倉吉は、はっと言葉に使えた。蘭学、医学、解剖、法術、植林、科学と、あらゆる新時代の知識と、東洋の儒学と合わせて、 今の時代的風潮の中に巨人のように諸藩からも仰がれている人が正しく礼儀を持って先に名乗っているのに嘘は言えない気がしたのであると増山の次の言葉はくもなく彼のためらいを救ってくれたうん思い出した昨年じゃったか長国寺の字内で 刀試しの檻に見かけたことがある。その檻の山浦実夫が射程ではなかったかなはい。と、ぜひなく。山浦の、愚帝にござりまする。と、倉吉は、また、重むせに図を下げてしまった。五。今の姿は、誰にも知られたくなかった。 しかし、佐久間増山ほどな人が、兄のサネオの名を知っていてくれたのは嬉しい。増山も兄の作刀を持っているのだろうか、持たないまでも見ているに違いない。刀試しの日も、居合わせていたといえば、刀の鑑識もあるに相違ない。聞いてみたいものと思った。が、倉吉は、体の痛みを覚えるとすぐ、 この人に、そんなことを聞いたら、きっと笑い草だろう。と、ひるんでしまった。この人の家には、世界の海陸を描いた大きな地球儀があるという。また、軍艦を作る造船学の書、西洋平日から、法日火薬の書物。そんなもので、部屋が埋まっていると聞いた。三尺に足らない方なの。 刃がこぼれたとか曲がったとか、そうした問題はこの人の目からは、ありに歯があるかないかを争うような小さな問題としか聞こえまい。飛び自宅の様子らしいが、どこへおいでの途中じゃなはい。と、これにもまた、倉吉は正しく答えかねて、ただ、江戸表まで参りまする。と言った。 造山は聞くと。ほう。江戸へか。さては、遊学かないいことじゃ。若い者はどしどしと、中央へ行って、日本が今、世界の中でどう動いているか。またいかに、我が国が今、また将来、多次多難な時代の潮に向かいかけておるか。そういうことにも、とくと、目を開いてこなければいかん。ほのむけいたそう。 と、やたてから筆を出して、しんのせんすへ、さらさらと、一しの桜と、一しの歌を書いてくれた。人皆も、さきいずる時を、まらで、咲くこの花に、習えとぞ思う。びっこと拙者。一。今だ。 先譲る時は今だ。俺の年頃も、世の中の分けるのも、なんだか、そんな気がするな。彼はビッコを引き引き、峠を越え、また峠を越えて東へ行った。休むたびに、増山から選別にもらった戦争を出してみては、人皆も、先譲る時を誤らで、咲くこの花に、 ならえとぞ思う。お、何度も口で歌ってみた。深い谷を覗いた、そして高い秋の空を仰いだ。なんだ、育児のない。彼は没然と自分に腹が立った。象山が何者だと思うのである。こんなセンスをもらってありがたがっているようなことで、どうして大使を抱いて、 なすことができよう。彼は戦争谷へ投げた。白い蝶みたいに、それは先人の底へ座れていった。俺は、俺の道を歩いてみせる。そう思って、高原にかかった。雲はビッグを引く足よりも低かった。すすきの果てから、もうもうと、黄色い砂人が立ってきた。 に、近づくに従って、それは一体の牛に引かせてくる鉄車だと分かった。およそ二十台もあった。杉傘、神傘、布傘など、汗にまみれた武士や足軽がしったして、牛と人足等を励ましてくるのである。柴田藩御用。車の一台一台に木札が売ってある。今日も、 彼はまた見た。それは大砲や西洋式の小銃や火薬箱を積んだ輸送隊である。上田、松代、松本の諸藩、榊原家の大後にもこれで会うのが二度目だった。彼はその砂ぼこりを浴びてすれ違うと、急に心が暗くなって、道にも迷う気がしてきた。これからの戦争に、 土の先で撃つ刀などが物の役に立つだろうか。そう考えずにいられなかった。ちょれんばで撃つのでさえ、あれほど威力のある大砲を、それに引き換えて、土の撃ち方の火加減の、湯の秘伝のと、一本の刀にも血を吐くような苦しみをして、あげくに惚れやすいとか曲がるとか、死んだ末代の先までも、 とやかく言われる刀火事と。彼はふと、よそうか、とため息ついた。そう思うと一歩も歩けなかった。道端の草むらへどっかり腰を砕いてしまう。うつろな目で雲を見ていた。と母の顔が思い出された。兄の姿、妻のやつれ。 この泣く声ああわからなくなった造山先生も何とか言った日本は今動いている行く手には国難が横たわっているそんな意味だったなんだか俺の身を言われたような気がしたがいくら雲を見つめていても彼には時勢が映らなかった 日本の土の上に受けた命である以上、その身自体が一つの小さな国体であり、国の悩みと共にあることを、その時まだ彼のうつろな頭には自覚できなかった。もしもし、間違ったらごめんなすっていいと、彼方から急ぎ足に来た。 足ごしらえの良い町人が、ひょいと、疲れた彼の顔の前で足を止めた。もしや、あなた様は、山内倉之助様とおっしゃいませんでしょうか手前は、松代の飛脚でございますが。え、飛脚よ。いかにもわしは、山村だが。告げ、海平様からのお手紙でございまする。おう、河平殿から。追いかけのご返事か。飛脚は、 江戸へ行く途中と見え、それを渡すと、鳥影のように高原の道を先へ行ってしまった。急いで封を切ってみると、こまごまと故郷の消息が記してある。ああ、まだ母は生きているな。すぐ彼の目は潤み出した。兄の幼をも無事、妻主も無事、赤岩村には何の孝行もない。 しかるにそちは、なんとしたことだ。別所の居町で、ふと姿を見たとき、わしは泣いた。手紙の途中で、彼はそれを拝んで、お許しください。声を出して言った。だが、万生寺からの消息に接して、わしの短足は喜びに一変した。当初の志を抱いて、江戸へ立ったよし、体形この上もない。 その書士を貫かねば、そちが妖怪を出た苦中も、何の意味もなくなってしまうであろう。何事も、帰り水に行け、そして、良い死に着くことが肝心だ。と、根切な言葉の後に、江戸へ出たら、同風の紹介状を携えて、幕府のお旗本、久保田助太郎殿の門をお尋ねしてみるがよい。と、結んであった。 彼は、迷いの霧を、払われた心地がした。この一人の恩人に報いるだけでも、健康として立つ意義がある。そうだ。たとえ一振りでも、松代に残る名刀といわれる刀を打たぬうちは、この足を、二度と、新種へは、向けねえぞ。彼は再び、痛む足を無知打って、薄い峠を東へ越えた。 宝や銃を積んだ牛舎は、次の日の途中でも、西へ、西へと、わらちをきしらせて行くのを見かけた。土蔵から物を消え。一。騒がしい時世の中に、月日の流れは、ことに早く思われた。髪型には、大塩平八郎の乱がある。 忘れやすい世間の脳裏から、それが消えると、宴会の諸国から、貧品と、露館を見た、栄冠がうろついている、などと、黒船の秘宝が入る。市政にはまた、高野町営だの、渡辺火山だのの、市民を戦慄させるにたる国金事件が降って湧く。でもまだ、日本は冷めていなかった。むしろ、 江戸文化の終わりに来ている大敗的な風は、吉原に、影間茶屋に、歌舞伎町に、役人の裏面に、町人の優等に、ネズミ小僧の出没に、いろいろな社会層へ渡って、末たるものの美しさと、集惑を彩る絢爛さに、都会も良い、人も、タごと言って、火を送っていた。だが、 天保十一年、十二年となると、シナのアヘン戦争の噂は、海を越えて、日本の上にも広がってきた。西洋文化を乗せて、偽装した平和の侵略艦隊が、東洋をかぎ歩いて、もう、香港、上海まで、寄せてきたのだ。シナはアヘンを売りつけられ、シナ自身が、アヘンの街毒を知って、その幼少を排斥し、 その物資を焼いたのが原因で、侵略艦隊を降りた高毛兵は、平和の仮面を金繰り捨てて、長江を阻行し、南京城まで攻め上った。ために、シナは、香港を取られ、上海を裂かれた。味を占めた利権占領軍は、南風をうかがって、次の獲物、日本の近海を有欲しつつあると、 解くものがある。解剖の継承は、しきりとなって、日本、準備せよ。と、遊国の声は、しきりと伝わる。だが、江戸は冷めない。ここの民衆は、あまりにも幕府だけを知っていて、日本そのものの本来の姿と、日本全体が見えなかった。そうした。今年の江戸の夏。 山の手の四つ屋の一角は、屋敷町の簡略な子たちに、蝉しうれが泣き抜いていた。ただ、この頃のこと、この界隈に、炎天の真昼も、時には深夜でも、異様な音が、左門町のこの間から流れてくる。カーン、テン、カーン、さえた、土の音であった。 に、久保田先生あれは、オタクではないのか省内の坂井家の審、加藤拓馬と松平利里の二人が、不当客間の書院で耳をそば立てて尋ねた。主人の久保田菅根は、んあの土音でござるかと、微笑を浮かべた。そうです。時節柄、 鎧でも打たせておいでなさると見える。刀舵じゃ。お？ごてないなに刀舵がおるとはご情報な。そう、情報でもない。見どころのあるものゆえ、物置小屋を直して、舵小屋に与えてはおるが、若いし、要望はよし、天才肌な男なので、女に好かれて困る。はははは、そう三拍子揃ったのも、 厄介か,かもしれぬ。何と申すもので白野の三で、山浦倉之助、玉木ともいい、透明には、その他、正行などとも彫っておるが、お手元に作刀がござりましょう。ござる。見てやってください。久保田菅根は立って、床脇から彼の打った一振りを取って、それへ差し出した。 打ち下ろしの中語を一見して、二人は今後もに共担した。ことに、加藤拓馬は関東の目も利くし、哀党家と言われていたが、これは古党の名だたる名作と比較しても、遜色のないものとまで、口を極めて褒めた。そうかな。久保田菅根はニヤニヤ笑った。彼自身も刀には目利きと、 人に許されておりながら、そういうのだった。そして、嬉しそうな様子が包めなかった。一体、こんな名刀が、どうしてオタクの物置小屋などに埋もれていると言っては失礼ですが、世間にも知られずにいるのですか二人は数年前の、兵学の弟子だったが、今度の出布に挨拶に来たものだった。だが、今の一刀を見ると、 もう他の話は忘れて、熱心に膝を乗り出した。三。一片の紹介状を持って、山浦倉之助がここの門を叩いたのは、もうすでに六七年前になる。驚いてみ。久保田菅根が彼に与えた仕事は、ここの足軽暴行だった。 修験仕事を2年やった。書生に取り立てて使わす。次の1年は玄関の取り付き版に座り、朝夕雑巾を掴んだ。3年目に初めて、何が望みだと聞いてくれたのである。蔵之介は抱負を話した。では、見せて使わすものがある。ついて来い。土蔵へ伴われた。 毎日ここへこもって、当分、勉強をいたすがいい。と、清音は言った。刀長持ちの中には、古今の名刀が何十振りとあった。創集者、備前者、非前その他、彼がまだ接したことのない稀な名称の作もあった。彼は毎日土蔵の中で、その作品作風を見て、 事故の工夫を凝らした。そして今、初めて、松代の彫刻時代であった自分の行為や言葉を、冷静に振り返って、若かったな、と、自分の未熟を、はっきり悟ることができた。そして、はからずも江戸へ出て、良い恩師についたことを感謝した。旗本、久保田助太郎は、 お広式版から弓矢暴行まで務めた人だった。菅根と人が呼ぶのは、地陰風の書を書いたり、和歌を読んだり、国学に通じていたりするので、その方の名が通称となったものらしい。公務書取り立ての折、兵学の講義を受け持ち、お留守版まで進んだが、もう身を知り添いて、歓約となっている。 年配は六十二3。しかし、楽器とした体質で、草年から、タミヤ流の剣道、無変無極流の創術、中島流の果術、と、皆一派都市となるほどな腕があったという面影も今、忍ばれる。で、帝内には、行動もある、道場もある。倉之助は、その文部二つの床に、 この数年、いかに教えられてきたか知れなかった。その上にも、今また土蔵の中で、親しく巡り合うことのできた、無数の個人の死。はあ、ここは俺の、大蔵教の巨像だ。彼は自分の他行に、思わずそう言って感謝した。その間に、帝内の物置小屋を、 少しばかり改築して、不意顔を据え、ほどを築き、家事道具も、久保田菅根が備えてくれた。土蔵から彼は、物置小屋へ移った。しかし、彼の人間には、知識の光と、技量の上達が、菅根の目にもわかるほどついてきた。四。黒之助、ちょっと前で。 おですか、と、彼は、すがれの前へ呼ばれてきた。今しがた、客の坂井家の家臣たちが帰って、間もない後だった。近頃、夜は歌行じゃな。はい。屋敷にもおらぬことがままある。どこへ参るのか。はい。近所の酒屋その他へ、だいぶ釈材もあるとのことだが、なんでそのように金遣いが荒いのじゃ。 はい。酒は好きか好きです。酒だけにしてはどうかはい。貴様の傷は、とかく、おねごとの噂が絶えんことだ。心得ております。心得ながらなぜ自戒せぬ、まだこれからという文在で、おなごの方から、うるさくつきまとうのです。黙ればかはい。改めて、今日火曜に、そちの身持ちについて申すのも、 実はその方にとって大事な機会が参ったからじゃぞ。と、今しめた後で清音は自分の吉次のように次のような目論みがあることを彼に告げた。それはさっき帰った客の加藤拓馬、松平舎里の二人が発案で物置小屋の隠れたる名工、山浦倉之助を世に出すために武器工という会を立てようというのであった。 つまり、山浦倉之助、作刀半部会なのである。振り数を百振りとして、坂井家はもちろん、旗本仲間、各藩の勇士に、すり物を回して、会員を募ろう。額は一口三両とする。そして、その半額を全能してもらい、やがて倉之助が、本格的な家事小屋を持つ資金としておいたなら、彼の将来には、 活目するものがあるに違いない。これは、隠れたる天才を世に送り出すものだ。同時に、少額な金で素晴らしい神闘が手に入れば、自説柄、武士の腰にも制裁が加わろう。と、そういった趣旨の計画なのである。どうじゃな、貴様の神邸は。菅根は彼のために、 またとない機会と、このクワダを喜んで言うのであった。結構です。結構だけでは心もとない。このクワダには責任があるぞ。やります。万一の儀があると、発起人、世話人など、連名していただく方々のお顔に、泥を塗ることになるぞよ。はい。と、まあ、わしの老婆心じゃ。しかし、措置の技量も、 かとど殿のようなお目利きが認めてくださるようにまでなって、わしもともとも喜ばしい。皆、ごこ,こをによるところでございます。何の措置の転出と努力のいたすところ。今日となっては、もうそれを世に問うてみるも早くはなかろう。滅多に、そこらのお天狗な刀鍛冶たちに負けは取るまい。この上とも、精進一途に。 台をなすように心がけい。それには、身も慎んでな。よいかはい。わかりましてございます。すがれの愛はおんを超えていた。定義に感じやすい彼はすぐ涙になってしまう。誓っていい刀を打って報おうと思った。酒も慎み、女も立ち。 あらゆる欲望や誘惑にも打ち勝って、と胸の内で繰り返して念じた。それから間もなく武器孔百頭会は生まれた。彼はその時から優れたる健康として社会へ送り出された。発起人には、久保田菅根や地名の旗本や坂井家の阪神たちだの、巣だちの一健康には、むしろ、 過ぎたくらいな人々の名が連ねられた。五。百ふりの申し込みは瞬く間に下流者で満たされてしまった。同時に物置小屋の担当所では何かにつけて不便なので、清根の屋敷から遠くない四谷北伊賀町に一軒借り受け、そこで彼が江戸における第一世の土をと、 初めてあげることとなった。一頭、また一頭と彼の作品はそこから生まれて百頭会の加入者たちにくじ引きの順で渡されていった。その裏には、彼の凄まじい精神が、角角と洋鉄の炉に燃え、骨を削り血を吐くような苦心と研究が潜んでいた。仕事場に立って、 土を取ればさながら鬼。深夜、土や焼き場の試練に痩せ苦しむ影は、まるで、うつつな友人であった。そして、明日に、自己の改心の策を研ぎ上げて、閉めたと、彼自身が叫ぶ檻などは、全く神か、聞きたる児童のような喜びの姿だった。 人は、そこまでの彼は見ない。彼の作刀を見た者は、ただ言った。これは素晴らしい。国広、安次、小鉄、水心子、それから、近頃の名を種、何度にも、劣らぬ作だ。いよいよ、そんな浸透火事の作ぶりとは、かけ離れて、室町。 鎌倉木あたりの個人の名作へさえ迫るほどなところがある。何しても、格が高い、気品がある。金味の良さ、葉作りの妙、姿の麗しさ。またこの匂い。師匠譲りの生優しい技や訓練だけで打てるものじゃない。新透家事は、皆堕落したと言われておるが、偉い家事が出てきたものだな。近来の正宗だろう。うん。 四谷正宗と水星のように現れた彼の名声は、ただ、秘伝九伝や門流の殻に隠れて、偉そうな切り目と見てくれで、無事大平な生倉ばかり叩き慣れてきた無数の刀鍛冶たちへ、こいつをと、大きな老媒と衝動と刺激等をもたらした。そこにまた、彼に対する失子、重傷の反動も、 上がらずにいないな当時、江戸で巨匠と言われる火事には、二代推進士正秀の一門があり、また、正寺美野兵直谷も松城から移って、秋元港を背景に、下やおか町に堂々たる門戸を張っていたが、その他の群将刀火事に至っては、無数と言っていいほどあった。 それらが皆、一元月かかって万世滅数。四谷正宗の名声とともに光を薄くしてしまった。しかし、その名声を慕って、四谷北伊賀町の彼の仕事場を訪ねて行っても、土音のしない日は見つけ出せないほど、そこはささやかな家だった。また、彼の刀の切り目は、従来、 信濃の国正行とか、山浦倉之助とか、またただたまきとか、その時々で切っていたが、やがて四谷に住んでから、源清まろと作品に切るようになった。清の名乗りはもちろん、恩師久保田菅根の一時、一刀一刀打つごとに、鉄へ切り込む鋼のごとく、 その人を忘れまいとする、彼の気持ちから選んだ名であることは言うまでもない。そして、近頃取った一弟子にも、清人、という名をつけてやった。このハーメ一。弟子は他にも二三名は取ったが、師匠清丸の激しい精進により付けないで、 よく出たり入ったりしていたが、清人だけは離れなかった。清人は先代生まれで、では何がしとかいう田舎家事について修行の下地はあったし、どんな代わりに正直で撲突だった。清物も仕事ではよく怒りもするが、特別可愛がっていた。師匠と、その清人がある日言う。 なんだ、部屋に改まって。お願いがあるんですあれにへい他じゃありませんが。何をもじもじしていのだ。どうもてめえは煮えきらねえ男だ。刀鍛冶がそんなどんじゃダメだ。もっとすっぱりと歯切れをよくしろよ、歯切れを。じゃあ、言います。言いにくいことなんですが。 今朝、師匠が井戸端で顔をお笑いになった後、ひょいと流してみると、師匠の吐いたタンツ窄の中に赤いものが混じっていました。ん血だろ。じゃあ、ご自分でも知っているんですか一度、もっとひどく血を吐いたこともあるから。なんで、それを売っちゃっておくんです実は私はずっと前から、 お次さんに注意されて気をつけて見ていたんですが、この頃はことに師匠のお体が痩せてくるし心配でたまりません。お次がそう言っていたのが、どうかご意見をしてくれとお次さんから頼まれたし、私もそう思うんで叱られるのを覚悟で申します。どうか師匠、あまり仕事で 無理をしないでください。それと、お酒を、もう少し、減らして飲むわけにはいかないでしょうか。清室は、黙ってうつむいたまま、聞いていた。言われないでも、胸の痩せ、膝の痩せ、病魔に蝕まれている体は、自分の手で撫でてもわかる。百頭回の百振り、打ち上げにかかるとともに、 一時は酒好きを捨てても見たが、鬼となって仕事へ打ち込む情熱は、酒へもつい燃え尽きやすく、一口触れればママよとなって、一生、二生、くれてもあけても、わからない彼の酒だった。それが、洋服を削ってゆく。清丸は知らないではない。だが、人には言えない。 心の内には人間誰にもある苦問の巣がある。故郷のことども。その後の母の死。残してきた妻や子や、兄、サネオの境遇にも。沈面と今、弟子の前にうつむいている清丸の青白い表には、それがありありと刻まれていた。 いつか、十年はあれから過ぎた。その後、国に起こった災いも皆、自分が残してきた過婚のように責められるのだった。彫国寺のこと以来、反労の矢沢剣持から睨まれて、恩人、告げ貨幣の失脚。兄、サリオへの様々な迫害。妻のお先や、 梅作の身にも、前の養子先の縁者たちをめぐって、いろいろうるさい事情や拘束も起こっていると、風の頼りに聞いている。その上に、自分の居所もまだ、こっちから知らせぬ間に、母のおげも死んだとある。菅貨幣の消息も知れない。四谷正宗の、また、 清丸は名人のと人は言う。空な名声は枯れがましく言う。だが、誰に今その一件を捧げよう。清人、よく言っておれた。これから気をつける。だがな、酒だけは担当やらないようにするが、少しは許してくれ。愚かな師匠と笑うだろうが。 見ないふりをしていてくれ。二。裏は破で、椿の木が多い。小立ちの向こうに寺の寺内が見える。この界隈の屋敷といえば、伊賀物州の組屋敷だった。お次はよく、そこの路地を一目忍んでくる。清丸の家は破れきに囲まれていた。ここも、 伊賀モノ州が住んでいた古家の跡かもしれなかった。軌道を開けると、空き地のように荒れた庭と家事小屋が東の片隅に見えた。そっと台所を覗いて、清人さん、いますか小声で言う。あ、おちりさんか。昨日持ってきた小味はうまかったぜ。師匠もうまいと言っていた。じゃあ。 清丸さんも食べてくれましたか今日はお洗濯物が乾いたからほころびを塗って持ってきました。毎度すまないな。お次さんがいてくれるので、まったく助かるというものだ。お師匠様はブラッと出て行ったが、天馬町の表通りで会わなかったかいいいえ。手紙を書いていたから飛脚屋へ行って田舎へ。 金を送りに行ったのかもしれない。そんな用事だけは自分でそっと出かけるから。お国には残してきたお神様とお小さいのがお一人いるんですってね。俺には何も話さない。読まないと無口な師匠だからな。このごろお酒はやまないよ、あれだけは。お体が丈夫ならいいけれど。 それが心配でたまりません。酒も酒だが、仕事も行けないな。当たり前にやっていりゃいいけれど、師匠のは、一本の刀が打ち上がるたび、一本の骨を削っていくようなものだ。百頭会の刀は、もう皆さんに渡ったんですかどうして、もう二年にもなるが、まだ何本も仕上げちゃいない。金はいるから、あらかた取って使っちまったらしいが。 どうするんだろう、一体。他の刀鍛冶のように手伝いでも入れて、早く仕上げて、次のお仕事をなさればいいのに。それができない師匠なんだよ。あれじゃあ、1本100両取っても、あやしない。つい、おしゃべりしてしまった。お師匠様のいないうちに、お部屋の掃除をしておいてあげよう。彼女がここへ来るたびに、家の中から、 無将な誇りが払われた。お次は、久保田菅根の屋敷にいた駒遣いであった。まだ清まのがそこにいた頃、ちらと二人に噂が立つとすぐ、苦労人の菅根は穏やかに彼女を家元へ返してしまったものである。だが、頼りはそっと続けていたらしい。清まのが家を持つと彼女は、 叔父の家から足しげく期待が町へ姿を見せた。二十一二の年頃で下町育ちの萩江と上層とサイトが清丸の気持ちにぴったり合った。しかし彼は久保田菅根の今しめがあったばかりでなく血を吐く胸の病層を自覚してからは触れてならない花のように見ていた。そして それを犯しかける自分の心を、時には恐れた。三。晩秋となると、この界隈の屋根も日差しも、この葉の雨だ。今朝も彼は血を見た。口からである。夕べの酒がただった。と思う。そして、残機に耐えぬ表を井戸に洗う。 鍛事小屋に霜が白かった。清人が朝早くから一人でこちこち仕事している。彼自身の策にかかっているのだ。どうだ名刀ができそうかおうお目覚めで。いい、いい、俺のことはいい。今度の仕事はお前の腕が初めて世間で試される大事な一本だ。しっかり腕を。師匠の世にはあまりませんが。 師匠の一心不乱だけは学んでやる覚悟です。正直者だけに清人は唇を噛み締めてその一生懸命な息を顔つきに描いてみせた。それは首切り役の山田サイモンから来た注文なのである。清まにという依頼であったが、競馬で使う刀は打たないとあっさり断ったのでならば、 お弟子のうちでもというので、清人を世に出してやるために引き受けたものだった。首切りやさえもんが、誰の策は切れる、と折り紙つければ、健康として一人前の札がつく。しっかり、腕を、と彼が激励したのは、正直でどん重なこの一弟子に、早く一人で飯の食えるだけの力をつけてやりたいと、 常々、念じていたからであった。ちょっと、出かけるぞ。うん、お出かけですかんちょっと。そのくせ、清物自身は、もう、ここ、一月のあまりも、火事小屋に座らなかった。打てないのだ。心がそこに向かないのである。食うためという目当てだけで、あれほど。 仕事に夢中になれる人間は幸せだな。外へ出てから呟いた。そして仕事の熱を求めるように。誰のために俺は打とうと心で思った。飯のため酒のためただ生きるためだけで彼は刀は打てなかった。なぜならば彼が刀を打つ仕事は自分で 生命を削るのも同じだと、それが分かっているからである。母が生きていたら、と、その度に思う。思っても飼いないことと知りながら胸が痛む。そして、うつろな心は酒の都へつい囚われた。その日も、夜まで飲み歩いて、ほとんどしょうもなく、小柄しの中を、 落ち葉と一緒にひょうひょうと吹かれながら、平川天神からま町の火を当てに来ると。はい、稲係、どがやみ、待て。誰かわからないが、五六名はいた。挨拶がないとか、生意気だとか、悪口をわめきながら、清丸を袋叩きと集まってきたのである。えもの棒切れか何かが、二つ三つ、清丸の 痩せた背骨や腰に当たった。不意ではあるし、泥酔していたので、清まろは大勢の中へ倒れた。しかし、仰向けざまによろけながら、抜き打ちにないだ刀に、手応えはあった。次の瞬間、育児なく、わっと大勢が尻ぞいたので、その背の一つへ、追い打ちに、もう人たち、浴びせかけたのも覚えている。 わらわらと逃げていった足跡の跡は、またひっそりと静かになった。坂の途中の閉まっている屋敷門の下で、彼はそのまま、血が棚を持ったまま、いい気持ちで眠ってしまった。ちぐさいのでしばらくすると犬が吠えかかった。それに目を覚まして、彼はまた歩き出したが、 寒さにだいぶ酔いも冷めかけていた。坂の上まで来ると、よたかそばの明かりが見える。よろよろと、屋台の中へ首を入れた。おい、そば。へい、えー。じゃなかった。まず先に一本かな。どんな,なんだ血がついていますぜ、大谷。あ、なるほど。 手置きに水はねえがございますが。はてな何がはてなだじっと蕎麦屋が顔を見ている。清まろも何気なく蕎麦売りの顔を見つめた。見たような男なのだ。先でもいつまでも目を輝かしていた。四。うん思い出した。 もしや旦那は、新州の、山村という、刀鍛冶の弟じゃないかな。お宗谷さん。お前とは、松城で会ったことがあるな。ある。長州の老子と言ったか、藩士と言ったか、忘れたが、確かなは、金子十助よく覚えている。いかにも、自分は金子十助だが、お主は江戸へ出ていたのか。よそば売りとは、 変わったセイをしているな。俺もあの日が生涯の分かれ道になって、とうとう、つまらない刀鍛冶になっている。そうか。して、刀の切り目は山浦清丸。え近頃、四谷正宗と言われる清丸とは、お主のことか。面目ないそんな大したもんじゃねえ。ああ、あんまり意外な人に出会ったので、酒が冷めちまった。 飲もう。こっちへ入らないか。日もあるぞ。お前さん、まだ本職の蕎麦織りじゃないな。またより、これは仮の姿だ。うん。このサブ空に、水凶な。なんでこんな真似をしているんだそう見えるか江戸の人間には、そうも見えような。お主のように、明日の日本がどうなるかも知らず、飲んで、たごとほざいて、 虫けらみたいに生きている奴が大概だから。何んだとまあ、飲め。屋台の裏で空箱を腰掛けに、アンカーを挟んで二人は向かい合っていたが、京丸はジュスケの今の一言に、さっと、冴えた顔から鋭い目を据えた。ご <5? S 1> 彼が怒ったので、金子ジュスケは。では、 虫けろといったわけを聞かしてやろう。と、肘を張っていった。今、日本は開白以来の危機にかかっている。海の外を見ろ、なを見ろ、ええ、ふつ、ろ、など、諸外国の古紙た々と日本の隙間をうかがっていることを考えてみたら、立然としようが。だのに、江戸はこの大敗ぶりだ。幕府は無能だ。 誰が、新国のこの危機を救うか。我々はもう、据えた幕府などは、とうに見捨てている。この時、これは真事だ。我々が、一点の大訓しかない。だのに、その御所の御水びの様と言ったらどうか。口にするのももったいない。涙がこぼれて言えない。貴様、知っておるか。 金子十介は、定類してしばらく、口をつぐんでしまった。彼はまた、熱心に言葉を続け、日本の国体から解き起こして、2004年の治乱を語り、幕府の悪性による朝廷のご式日が、どんなにしもじもの想像もつかないほどであるかを話して。ただ、幸いには、幕は腐っても、 この国体はまだ腐っていなかった。今のうちに尊王の大義を立て、害を打つ刑を立てなかったら、この日本は、シナと同じ鉄を踏むほかない。日本に生まれながら日本を知らず、水無視に世を送ってしまう奴らを、虫けらと言ったのは、俺の間違いだろうか。と、一気に言い終わって、清丸の顔を見つめた。 清丸は血を身を凍らせてじっと聞きすましていた。唇の色までしむ風に吹かれて青かった。しかし彼の生来多感の血は少年のように皮膚の下にたぎり立っていた。ありがとう。人間に頭を下げて礼を言うと、獣介は帰って揶揄されたかと思って、 今度はそれは。つしんで、お礼を言います。もし今夜、あなたに会わなかったら、私は、虫けらで、生涯を終わったかもしれなかった。おう、わかってくれたのかわからずにどうしましょう。肝に答えました。同時に、健康として、自分がこれから鍛える心の的もつきましたが、まだ一つ。 疑いがある。だいそれは、わしの言ったことにが。いや、自分の仕事について。どういうことか。時世は、移ってゆく。武器もどしどし進んでゆく。平日も様式になる。そうした世の中では、三尺に足らない刀など。今に、進歩した法術の前では、りほどな役にも。 立たなくなるのではないでしょうか。うーん。と、ジュスケも、それは深く考え込んでいたが、やがて、そうだ、それは佐久間昇山先生に聞け、昇山先生の他に、その答えを明確に言ってくれる人はあるまい。行くと、手前はまだ、新州へは行かれません。何、松城まで行く必要はない。千年から犯行について、 造山先生は、江戸へ出ていらっしゃる。え、江戸にご在布でございますか内密だが、自分も密かに出入りしておるから、日を見て、一度先生のお宅で会おう。なお、いろいろと話もあるから。と、多実を訳して、その夜は別れた。火花、つらら。一。 西洋神殿、兵学法術教授書。表門に看板がかけてあった。小引町五丁目の佐久間増山の江戸屋敷である。約束の日に清丸はそこへ行った。金子十助は先に来ていた。その日はいつか見た姿とは変わって、どこから見ても獅子らしい侍の服装になっていた。 十数年前、新州の小島村でお目にかかった山浦清丸でございます。彼の挨拶を聞くまでもなく、十助から話を聞いていたので、増山は、よく来たのと当時を追解して、今の東初清丸を懐かしげに見た。そして清丸から例の疑いを問い出さないうちに増山からい、 聞けば措置は、将来、西洋平日や、法術が進めば進むほど、日本刀は不要になりはせぬかという迷いを抱いているそうだが、余人の凡行なら知らず、山村清丸ともあるものが、そんなことでは困る。と、前提して、剣は、武士の魂だ。武士は国体のエジだ。この国土のある限り、 武士のある限り、武士の魂たる剣もなくてはならぬ。分けても日本刀は、妖刀とは違う。それを撃つ者の精神、それを怯る者の精神、二つながら違う。もし、この精神が錆びたり、その精神が失われるようなことがあったら、日本は滅ぶ日だ。だから、日本の滅ぶ日まで、 日本刀は愚痴させてはならぬ。不要になるなどとは、もってのほかな無双で、撃て。もっと、その信念を持って撃て。西洋学者と言われた増山の口からそう言われたのである。清まは、もう迷わなかった。健康。ああ。よくも俺は、この天職をつかみ取った。そうだ。 日本の健康でなけれゃいけない。ここへ来る前の彼と帰って行く時の彼とは姿は同じでもすでに違っていた。礼を述べて帰る際に増山へ。小沢へ奥には足りませぬが、いずれ一振り、その心を持って打ったものを持って参りまする。と訳して別れた。 にその、戻り道。びき橋の上で、ちらとすれ違った、豊島の茶屋女風の女が。はら、と、往来の人の間から、軽い驚きの声を投げた。振り返って、清丸はハッとした。別所で別れた、お鈴だった。橋向こうまでかけて、そこの辻かごへ飛び乗った。行く先も言わずに乗ったので、かご屋は、 旦那、急げ急げって、どこまで行くんです柳橋あたりでいい。つい、行ってしまった。いつも飲む、家の角である。どう自分の転職に自覚を持っても、酒だけはダメだと思った。酒とは、修正、縁が切れそうな自信もない。あ,あ、いつか、合うものだな。お鈴を頭に描きながら、 その日の帰りも深酔いして、家へ戻ると、夕闇の畳の上へ、ごろりとうたた寝をしてしまった。と、勝手の方で、清人様、大変です。ちょっと来て。お次の声がした。清人は仕事場から手で行った。なんだ、大変って。三門町に、片山宗次つぐという、弟子のたくさんいる、刀口がいるでしょう。 べらぼみ、弟子が大勢いたって、胸継ぐの刀なんぞ、生倉番付の横綱だ。そんなことを告げに来たんじゃありません。その胸継ぐの弟子が、どこかで、うちの保証様に切られたことがあるんですってね。え聞かがそのことだの、遠い前のことだの、いろいろと、遺コンが積もっているから、清丸のやつを切ってしまわなければならない。今夜は切り込むのだと、ゴロローニまで入れて、 カリマメ棚の居酒屋で飲んでいますとさ。いつもここへ来るとき買い物による、煮豆屋のおかみさんが教えてくれたんです。清人さん、お嬢様はだったねしていろ。まあどうしましょう。どうしよう。と、清人と一緒に震え上がって、そっと清丸の寝顔を覗きに来た。清丸は目を開いていた。そして清人から聞かないうちに、 ほっとけほっとけ。だが、いくら赤みたいなやつでも、たくさん来ちゃうるさいから、玄関の両側に薪をうんと積んで、飼い節の代わりに焚き火をしておけ。いいが、そして門の友、裏の木戸も、登らず上げっぱなしにしておくんだ。師匠、親になっているんでしょう。バカ、酔ったエルがいないか、これを見ろ。抱いて寝ていた自分の一刀、寝たまま抜いて、 ぱっと夕闇を横にないだ。おう、危ない。清人は台所へ飛んできた。お次は御家人の娘だけにそう聞くと、おっしゃるようにしておきましょ。う。と、家の中も表も裏も、皆開け放して二三箇所に大げさな焚き火をしておいた。どうなるんだろう。と、清人は生きた心地もない、むしろ落ち着いているお次を力に、 息を殺して隠れていた。やがて、片山宗次ぐの弟子やゴロ浪人は、獲物を持って寄せてきたが、ガラン、と、開け放してある家の中と、どかどか燃え下がっている火を見ると、おやこうての立ちすくんで牡蠣の外、ややしばらくこそこそしていたが、そのうちに町回りが来たので、わっと逃げ散ってしまった。 三。清人は飛び出して手を打った。はっはっは。そんなのにやばれ。師匠、もう逃げちまいましたぜ。お次は手桶けの水を火にかけて消していた。むっくり起き上がって清丸は。せっかく、今夜は夜中から仕事にかかろうと寝ていいのに、うるせえ奴だな。師匠、今明かりをつけて持ってきますが、一つ見ていただかれましょうか。なんだ、見てくれとは。 おかげさまで、山田サイモンから注文された刀が、やっと仕上がりましたんで。おと、にっこりして。できたかどれ、見せろ。清物が喜んでくれたので、清人は安闘を片手に、白鞘に仕立てたばかりの一振りを持ってきて差し出した。清物は鞘を払って、じっと眉を寄せていたが、ずかっと立ち上がるなり、だめだ、こんなもの。 敷居の隙に突っ込んでへし曲げてしまうと、がらりと庭先へ投げ捨ててしまった。お、師匠清人が泣き声を出すと。なんだ、おしそうに。あんなものなら、くわかじでも打つ。小手先でもへし曲がるような飴細工を、清丸の弟子の刀と言われては、俺の名折れだ。え、えい、すいません。刀とは、こうして作るものだ。仕事はえこい。 もう、そういった時の顔つきから、清丸の表には、ここ久しく出なかった、仕事への、凄まじい情熱。あの、夜ゃにも似た、血相がみなぎっていた。四。その夜から死も、弟子も、川屋に行く時のほかは、火事小屋を離れなかった。夜半も、不意語がうなり、悲しきの響きが漏れ、冬の月へ、いて帰った。 幾日も、幾夜も続いた。帰るにも帰られず、お次はお母屋にいて、そこへ握り飯を運んだり、表へ来る借金取りの言い訳に手をついていたりした。もしやちょっと伺いますが。と、小粋な中土島が門を覗いていった。こちらは、山浦清物さんのお住まいですってね。え、そうです。 あなたは、ご心臓さんですかえ度の目は、妙に鋭く燃えているので、お次は少し震えながら。いいえ、ね、と、答えると。はははは。そうでしょうね。この家に、他にご心臓様などがいてたまるもんじゃないからね。どこにいるんです、玉木さんは。玉木さんそんなお方はいえさ。今の清丸さんの昔名前さ。 私は、あの人に用があるんです。ちょっと、そう言ってくださいよ。今は、お取り次ぎができません。どうしてさ、叱られますいいから、そう言っておいでなさい。別所のお鈴が来ましたといえば、何を言っちゃっても、飛んで出てこなければならない切り合いがあるんだから。でも、それは、ご無理でございましょう。合わないとおっしゃっている時は、どなたが何と言おうか、合わせないというのかい。 ああ、あれは、火事小屋の音だね。お前さんなんぞの取り次ぎは待たないからいい。自分で勝手に会ってくるよ。家の横へ回って、裏へ行こうとするので。あ、行けません。もしお次が、裸足で飛び降りて、彼女の前を遮った。何さ、でしゃばって。お鈴は、お次を突き飛ばして、小走りに駆け込んでいった。見ると、路地続きの裏のすぐ向こうに、 しめ縄の張り回してある黒い鍛事小屋の入り口がすぐあった。仕事のゴンゲとなっている清丸には彼女が小屋へ入ってきたのも知らずにいた。お鈴は彼の姿をそこに見ると、くわっとしていきなり。お前さん、よくも私をお忘れたね。いえさ、よくも私の姿を見ながら、いつか小雪橋では逃げましたね。 清丸の胸ぐらを掴んだ。清丸は驚くよりも、なお、仕事のうつつから覚めないで。え誰だお前は。誰とは何さかんだかくお鈴は、泣き声を含んで怒鳴った。白を切るのもいいほどに惜しい。別所のお鈴を忘れて、お前さんは済むのかいお、お、おすずかさあ、話があるから、出ておいで。うるさい。 何,だって何もソもない。締めが見えないが。ここは山浦清丸の火事小屋だぞ。知ってるから来たんだよ。もうお前なんぞに未練はないが。くる悔しくって、たまらないから。だろ、出て行け。不条だ。小屋が汚れる。汚れるだってよくもそんな口が。えい、出ないが。治るぞ。若い娘なんぞ。引っ張り込んで。 私を不条なんて。悔しい。話すものか。うん出てうせぬか。出てきて、共のものか。よし。清物は力任せに突き出した。それでもまだお鈴は、薬きとかかってくるので、小脇に引っかかえると、裏木戸から寺文字内へ放り出した。清人、小屋を一度吐き出して、しよう、しよう。 五。自分の打つ剣に自分が抱いた新しい信念を吹き込んで、その一振りを、彼はまず佐久間増山へ送ろうと発信したのであった。彼は、その一刀。また、弟子の清人は、打ち直しの一腰を。指定二人が共に向かい合って、あたかも打ち比べをするかのように、不眠不休と言ってもいい精進を。 十数日も続けていた。ふと、むがいあっている弟子のヤスリの音がやむと。清人。ほう。眠いのかえ、えなんだその目は。てめえの作る刀の先も曲がるぞ。目からして、もう赤いわしだ。水を浴びてこい。へい。清人は深夜の井戸端へ駆け出して、氷の棘が生えている鶴瓶縄を見ながら、 真っ裸になるのだった。俺も浴びろ。と、清物も着て仕事着を叶り捨てた。あばらの出ている細い肉体に冬の風が吹きつけた。清人はびっくりして。師匠、と、とんでもない、めちゃだ。そんなお体で。バカいえ、俺の体には締めが張ってある。故障です。やめておくなさい。神様へ向かってなさる業ならば私が、師匠の分も浴びておきますから。 心配するな。実は、てめえを叱りながら、俺も眠気に襲われてきたのだ。笑って、彼も一緒に、鶴瓶の水をざっと浴びた。やすりかけして、姿作りが終わると、焼き入れにかかった。弟子に教えることは根節だった。だが、清人は清人だけの細分しかなかった。何か、気に触れた時である。清丸は彼の脳天から、 雷のように怒鳴った。やめちまえ、刀鍛冶は。そして、いきなり蹴飛ばして、峠の水を頭からぶっかけた。外へ転がり出した上、研ぐその水に、ぬれネズミになった清人は、もう、本当に、刀鍛冶はやめてしまおうと思ったのか、冬日の日向へ立って、男泣きに泣いていた。針板を立てて、ボロを洗い張りしていたお次は、 気の毒そうに、そっと寄って。どうなすったの考えないでくれ。おら、ただ、自分がどんに生まれたのが恨めしまた、叱られたんでしょう。ここが、来どころですよ。どんな仕事だって、修行の道は、辛いものと決まっています。その時、玄関の方で。頼もう。山田朝衛門の使いのものでござるが。 いかめしい口の聞き方をした死者の訪れが聞こえてきた。最速である。お次が出て行って聞くと。呪文の刀はぜひ年内に欲しいのでござる。という次第は打ち下ろしをいただいた翌日。いつも朝の未明でござるが、罪人の死体を女将より申し受け、荒み試しをいたしておきたいと主人がおっしゃる。 それには、春にかかっては何かと困り申すので。工場は裏の方までよく聞こえてきた。清人は威勢よく涙の顔をこすって仕事場へ入っていった。師匠、すいません。これから自分の具丼へもヤスリをかけて、なお一生懸命にやりますから、どうかもっと叱ってくださいまし。 六。暮れに押し迫った、極月の二十七日頃。小津がっぱらは下柱で真っ白だった。しかし空は暗く、夜はまだ、明けるにだいぶ間があった。先住の宿場ぐるから飛んできた帰りかごの看板らしいのが、どう道を勘違いしたか、競馬の腹へぶらぶら迷い込んでくる様子。 よ、バカ野郎め。きつねにでもバカざりやがったんじゃねえか。番小屋にいた否人の二人が、のそのそ出て行ってみると、からかごはすぐ町の方へ引っ返して、あとの腹っぱに酒臭い男が一人、ぼんやり立っていた。ごに人、ここは通り道じゃねえぜ。教えてやると、すあわせ一枚の痩せた男は、知っている、と、うなずいて、古文を一枚、 ところから出し。少ないが、これは手土産だ。その代わりに頼みがある。明日の早朝、ここで山田サイモンが道溜めしにかける罪人の死骸を朝まで俺に貸してくれないか。と言うのである。否認は不審顔して。いたずらされちゃ困るかと、金も欲しそうな顔すると。<laughs> いたずらするどこか。 大抵寝るだけのことだ。こいつは酔っ払っている。否認は顔を見合わせてくすくす笑った。金は取っておかなければ損と当然に考えた。そのむしろ小屋の中に入っている死骸がそうだ。外へ持ち出しちゃいけねえぞ。指さすと、酔い取れ浪人は入い込んでいった。否認は腹を抱えて笑った。ほどへでからまた、そっと外から覗き込んで、 あれ、ほんとに、死骸を抱いて寝ちまやがったぞ。酒癖の悪いやつもあるものだな、ね。と、呆れ顔を見合わせた。一方は、起こせ起こせ、と言ったが、まだ空は暗い。麻生門様のおかごが見えてからつまみ出しゃいいだろう。一両の宿賃代、もうちょっと寝かしといてやれ、と放っておいた。 あダりがしらみかけると、山田浅右衛門と二三名が来て、型のごとく死骸を土壇に据えた。夕べの酔っ払い浪人はいつの間にか消えていた。浅右衛門が自身、打ち下ろしたばかりの神道、清丸の弟子、斉藤清人が鍛えた一振りを試して。残骸切れる。と、表しながら、間もなく帰っていった。正月の二日早々。 清人のところへ山田朝右衛門の宅から切れ味を商用した礼状一通と手工台とが届いた。清人はその手紙を持って年始に歩いた。どこへ行ってもそれが自慢だった。ところがそれから一月も経ってから彼はお次から囁かれた。清人さん、あまり自慢し散らさない方がようございますよ。お師匠様の。 お情けも知らないで。僕はいえ、あの刀は、鋼おろしから研ぎ上げまで、俺の手で鍛えたのだ。それはそうでしょうが、浅江門の手にかかって、切れ味の良かったわけを知っていますか俺の腕が確かだからよ。そうではないでしょう極月の二十七日の晩、お師匠様は、お留守でしたろ遊びに出かけて、翌日のお昼間、頭の重い顔して帰っておいでなすっと。 酒のことはいくら言っても無駄ながら、もうご意見は言わないことにした。何を言っているんですあの晩、お嬢様は、清人さんの刀が見事切れるか切れないか、それを心配するあまり、家へ帰らなかったんですよ。ん神神人にでも行ってくだすったのかいいえ。お帰りになってから、私が着物をたたんであげると、何とも言えない嫌な匂いがするので。おや、 しびとくさい、とうっかり言ったら、お師匠様が、きっと私を見て、黙っていろ、と、怖い目をして、こうおっしゃったんですよ。と、どう言ったんだあさえもんの、胴試しにあって、もし清人の刀が切れなかったら、あいつの一生涯は、浮かばれないことになるから、小塚っの否認に金をくれて、試しにかける死骸を借り、明け方まで抱いて寝て、 死骸の肌を温めておいたんですって。え師匠が死骸を抱いて寝たんだって。私は初めて聞きましたが、凍っている死骸を切るのと、人肌にぬくもっている死骸を切るのとでは、まるで切れ味が違うんですってね。清人は涙もろい。お次からそう聞くうちに、もう、 両腕に顔を埋めて、彼女の方へ背中を向け、しゃくり上げて泣いているのだった。まあ、また泣いてしまって。清人さん、お師匠様の心が分かったら、泣かないでも、それを肝に銘じておいて、いつかご恩返しをすればいいじゃありませんか。お師匠様も、今日は去年からかかって、一心に打ち上げたお刀を持って、 作間先生とやらのお屋敷へお出かけだし。さあ、泣かないでよ。ね、清人さん。ふぐいすが笑っています。裏庭の梅は、もう、ほころびかけていた。不滅の国玉。一。長州なまりの侍、薩摩弁の侍。 柳川藩の何がし、庄内藩の誰、と、小引町の西洋学者の門を出入りする獅子風のものはかなり頻繁であった。清丸もその一人だった。彼が送った一作はいつも増山のザウに置かれていた。そこで幾多の獅子と清丸は知り合った。若い獅子たちの理想や議論を黙って聞いていた。が、 彼は同時に世間の女債ない刀じのように、金次第のいわゆるおさし料などは作れなくなってしまった。貧乏は彼を追い詰めてくる。お次は何という祝縁か、妻ともなくその貧苦と戦って、大馬鹿者とおじから言われ、感動の身となってしまった。彼女はそれをむしろ幸いとして、一生涯でも、 清丸さんの仕事場へ、と水を汲んであげれば、私はそれで本望です。と、清人に漏らした。清人は、短足を漏らして。まあ、送りの方に義理立てもないのだろうが、師匠は、若い四次さんに、胸の病を移したくないからだぜ。予防に、しないからと言って、それを恨んじゃう違うぜ。知らない部屋へ走り込んで、彼女は一人で泣いているらしかった。 今日は、お次さんの仲間か清人が、そんな冗談を言っていると、久保田菅根の中言が使いに来た。お次はまた、はっと顔色を変えた。もしや何か、自分のことで、と、ドキドキしていたが、そうではなかった。何か用事があるから、清丸が帰ってきたら、すぐ屋敷へ来るように、という古場なのであった。 にずっと、武佐端なのである。江戸へ来てからの恩を忘れ果てたわけではない。武器工百頭会の刀はまだ市販分も打ち上げていない。どう自信でも心を責めてもできないのである。しかも、前取りした金は当の昔に使ってしまっている。敷居の高い思いを超えて、 清オは恩師の前に面目ない顔をせた。どうしたひどく、痩せたじゃないか。すがねにそう言われるほど彼は辛い気がした。そう、改まるな。今日呼んだのは他じゃないが、武器候の一件だ。わったのあっちこっちから、矢の催促はまずよいとして、あまり長引くので、近頃は措置に対して、 シュシュな鳥だただ。ご分を。恩で返したような始末。なんとも、お詫びのいたしようがございません。わしの立場か。うん、それもわかっておるじゃろう。だが、もっと案じられるのは、ソチの立場だ。近頃、ソチはよく、金納型の獅子たちと、往来しておるそうだな。清本物はぎくとした。恩師、ツガは、 爆心である。で、近頃措置もわざと足を遠くしておるなと察してはおったが、武器工のお世話人、加藤拓馬殿をはじめ、多くは皆、幕府方の人々じゃ。なお、始末が悪いわい。お言葉でござりますが、今日まは刀火事でございます。天使の民、日本の一火事と生まれたことを、 かおうと思ってはおりますが、どこまでも手前の使命は刀を打つことと文を存じておりますから、金納型のお志士たちと良き気はいたしておりましても、幕府を倒す運動などに組みしているわけではございません。それだけは、待て、菅根ねは抑えて、そのよしあしを正すのではない。ただ、お前に告げておくのは、わしの見るところ、このままでは、 お前の身辺が危ないことだ。そちの本心はどうあろうと、ばくりが目をつけて縛り上げようとすれば、いくらでも罪悪の名目はつけるぞ。はい。ここしばらく、江戸から足を抜け。ほどぼりが冷めたら、また帰ってこい。でも、武器工のご迷惑をかけっぱなしでは、偽りを申すが、今のそちの精神として、 幕府型の侍どもの腰のものが撃てるはずはない。江戸にいたとてできるものか。金の方も、後の始末も、すがねが身におっていたして使わす。どこなと、とぶん遠国へ行っておれ。はい。死後までも、ご恩のほど、忘れませぬ。そう感じてくれたら、一刀でもよい。 大きみを守り立て祭りにたるような目刀を打て、この久保田菅根は、徳川普代の信者。今にも、ことこそあれば、たとえ金王型の兵であろうと、この老骨に、伝来の一腰横たえて、戦うやもしれぬ。六十も超えて、眉もすでに白い人の、その瞳の奥に、清丸は初めて、真の徳川武士というものを、 見た心地がした。清物が江戸からこ然と姿を消してしまったのは、それから数日の後だった。久保田菅根は来訪の客を見るたびに、不届き至極のやつでござる。見つけ次第にお知らせください。やりざや払って、一月に成敗してくれますろう。と、非常な怒り方であった。客は皆、 不気候の金を蓄え置き、熟練したものでござろう。と、言った。菅根も一緒に、おやつ兵素から金には汚いやつで。と、罵った。今になって。と、陰で菅根を非難する者も,もあったが、始末はしっかり菅ががつけたので、日が経つうちに人々も問題にしなくなってしまった。3。 世は、いよいよ騒がしい。ようやく、江戸の民衆にも、時世の動乱が、目にも耳にも、わかってきたのである。高架枯えと、年号の短く変わるのまでが、慌ただしい漢字を世に与えた。どこに隠れていたのか、山浦清丸は、六七年ぶりで、ぶらりと、江戸へ戻ってきた。家があるかしら。 と、すら思いながら、北井賀町へ来てみると、清人は仕事場にいた。お次は、米の研ぎ水を流していた。よく、火事小屋を守っていてくれた。だが、二人とも変わったな。お師匠様こそ。三名はお互いに呆然として、何から話そうということも、にわかに思い出せなかった。 清丸は今日までどこにいたとも語らなかった。だが、彼の死後に現れた刀の切り目には、長州、萩城において作るとしたものや、村田政府先生のために打つと作った作刀がかなり見られるので、長州に潜伏していたことは想像に堅くない。江戸に帰った後も彼の生活は変わらなかった。また、信念も変わらなかった。 象山はあれからのち一度帰国したが、次の出府には清丸もまた江戸に戻っていたので、小引町に行くことも前と変わらない。金子十介と一緒に吉田松陰と会ったのも小引町のそこの書斎であった。松陰とはその時が初めてではない。清丸が長州にいる間、幾度かその人の風には接していた。 自分よりはずっと年下であったが、清丸には忘れ得ない人の一人であった。その商員は、江戸からすぐまた長崎へ向かって立つと聞いたので、清丸は自作の小遣い一本を選別にと灯って、翌日、増山の家をおとなと、惜しかったのう、もう今朝経った。というので、彼は落胆して、 帰りかけたすると、増山が。実は、と、彼に、松陰の旅行の大事を打ち明けて。わしも、松陰が立った後から、彼の体毛を激励する意味で、一詞を書いたが、もう、間に合わぬものと、ここに巻いて、寂しく思うていたところだ。ソちが心を込めた選別もあるなら、今から急げば、追いつけぬこともない。 なんとか、手渡したいものじゃが、ということなので、清丸は、承知しました。先生の詩をご覧になったら、なおさら感激なさるでしょう。お話を伺えば、これが生死のお別れになるかもしれぬ角で、ぜひ、お渡しいたしましょう。と、引き受けて、東海道を追いかけて行き、自分の気持ちと、増ウさんの依頼等を果たした。 彼を待つ大きな運命は、その日かけた道にあった。すぐ翌年。それは安政元年となった三月。吉田松陰と金子重助の二人は、下田港からペルリの軍艦へ近づいて安夜に乗じ、密航を企てたことが失敗して、幕府の手に捕らえられた。送別の死が災いして、増山も栗本松代で、 幽閉の身となった。当然、清まろにも疑いがかかった。しかし、小塚に彼の切り名はなかった。ただ、増山と彼との間に誰か連絡を取ったものがあるらしいという程度であった。そのまま、夏になっても沙汰はなかった。秋になっても呼び出しは来なかった。だが、 彼が絶えず何者かに備えている覚悟は、お次にも清人にも薄う々すうす分かった。清人はお次にそっと支えいた。師匠は、この頃、いつでも懐に、絵描きの川辺さんからもらってきた、六章の包みを隠して持っているようだぜ。え六章彼女もまだ、 そこまで切迫した清まろの気持ちとは思っていなかったらしく、そう聞くと真っ青になって唇を震わせた。四。世もすがな。この葉雨がわらわらと、れびさしを打つので時折目が覚める。しーんと壁が寒い。十一月の中旬である。 どこについてから間もなく、トントントン、表の門を叩くものがある。清まろは天井へ目を開いた。手はすぐ布団の下の刀へ行った。はい茶の間に寝ていたお次が答えてしまったのである。しまった、と思ったがもう間に合わない。急いで帯を締めて、お次は出て行った様子である。 ついに来る日が来たのだ。是非がない。覚悟は日常にある。万一捕まって知らずに惹かれ、拷問の苦痛とクリから恥辱を受けるのは耐え難い。いや、耐え難いのみではなく、生身の体だ。その苦痛に勝ちきれなくなって、その口から万一にも、勤労型の不利なこと一点でも漏らしたら、騎士しても足りないことだ。 また、もう一つ彼の恐れたことは、体温のあるクボタ・スガネの身に災いのかかることだった。それを避けるには、自分の死以外に安全な道はない。清まろはすぐ台所へ走った。手おけのひしをつかみ、氷を割って水を口に含んだ。常に持っている小さい紙包みを顔の上に逆さにして、 六章の粉を一口に煽った。そしてまた、急いで水桶から水をすくい、ぐいっと飲み干した。青い粉末が少し溶けて、唇をンのように光らした。いつでも来い。大刀を横たえると、彼は死へ向かってこう叫んだ。その時、表へ出て行ったお次が、あれと悲鳴を上げて、 バタバタと逃げまとうような足音を立てた。5。逃げることはないよ。もし、おぎさん、おつぎさんてば。彼女の開けた門から途端にそう言って駆け込んできたのはお鈴であった。台所の路地から走って出た清丸は、うぬっとわめいて出会い頭に刃を抜きあびせた。あ たまきさん。その絶叫は、半ば、死へ、心の言っていた清丸を、がく然とさせた。お鈴とは、夢にも思っていなかったのである。たまきさん。遠い昔の名を呼ばれたのも、彼の胸をかくついた。ダメ、ダメ。私を殺しては。私は、知らせに来てあげたのだ。今夜、私の奉公しているお茶屋へ。 飲みに来たかっぴきから、ちらと聞いたので。お鈴。清物はぺタっとそばへ座った。お、お前とは知らなかった。お、お鈴。下にうっぷしたあけまみれた顔は、もう答えがないのだった。よろよろと立つと、あなたの闇に凍ったようにすくんでいたお次は。お師様。 彼の胸、駆け寄るなり、すがりついてわっと泣いた。き、き、来ました。とうとう、お別れの日が。取り手かきっと振り向くと、鍵根越しに、裏隣の寺の地内をちらちらとかけるちょうちんの光がすいて見える。近所の屋根の上にも、そして、ものの気配にも、ぎゅっと肌を締めてくるような一瞬が。 体中を注げさせた。傘だの、カッパだの、わらじだの、花紙だの、ひとまとめ引っかかえて、清人も家の中から飛び出してきた。今夜に限って、彼は泣きもしないし、うろうろもしていなかった。師匠、早く、このカッパをかぶって、わらじを履いて、あ、あたしの田舎へ逃げましょう。お次さんも連れて。清人が。そう、そうです。 それは、おめえの旅弱にしてくれ。ああ、長い間、苦労ばかりさせて、すまなかったな。そ、う、そんなことを、さ、おずいさんも、泣いている場合じゃねえぞ。早く、師匠にこれを。いや、おずいには、普段に話である。決して、俺にり立てなどするなよ。二人で逃げろ。綺麗な中の三人だ。 生きてゆく先で、よく、心と心で、話してみるがいい。お次には、俺から、言ってあることがある。みりっと、寺の矢部で、生木の踏み折れるような響きがした、清物は、二人を門の外へ突き出して、内から、棒を飼ってしまった。六、大地が号泣するように、 門の外に、それからもしばらく、お越の声がしていた。清丸は喜びながら、接鎮の横の縁側から這い上がった。ご先祖と、神棚のある部屋まで、這って行こうとするらしい。だが、六章の毒素は、もう、血の中を駆け回っていた。ガバッと縁に首を垂れてしまった。 一瞬、清まろは、あらゆる苦痛が、体中からほぐれるような心地がした。しかし、意識はその体を、もう、動かそうともしない。板の前くっつけている彼の顔は、にやりと、微笑したようだった。意には、遠く、千曲川の水音でも聞こえているらしい。綺麗な、小鳥の音すら、 あありありとそこらにする。いいよ、いいよ。何も、謝ることはない。そなたは、わしの子ではないか。ぼっと、虹の輪のような中に、母の顔が見えた。昔ながらの温かい、おすげの顔である。不幸。いいえ。お前が一人で苦しんでいるんだよ。 私は、お前に、父をあげた土ですよ。咲いた花が悪かったら、私という土が悪かったことになる。だのに、そなたは、天使様の赤子として、恥じない花を持ったじゃないか。兄がそばでうなずいている。危機として、梅くが小さい手を開いている。寂しげではあるが、 尾崎の顔も自分を許すかのような目でじっと見ている。万象あらゆるものがその霧の中では生きている。見たこともない白髪の老人などがひょうとして横切ってゆく。ご先祖様かもしれないと清丸の意識ともつかない不思議な意識がふと思う。 恩人の告げ貨幣と、久保田菅根とが破顔している。それでいいのだと言っているように。直たね、直種、ね。直たねと、彼の霧の意識は探したが、どこにも見えない。虫けらのように見えない。バリバリ。これは、現実の物音である。火器を破って取り手は、 なたれこんできた。おっとが開いている。風をくらって逃げたぞ。清まろのうっぷしているすぐそばで、こう怒鳴りながら鳥り手たちは彼を見出さずに家の周りを暴風雨のように駆け巡り始めた。その声に、再びこの世の肉体へ飛んで帰ってきた意識をもって、はっと首をもたげた山浦清まろは、両手を 懸命に縁の板へついて、わずかに戸の開いている方へ身をにじり回した。そこから、かなたはるか、京都の方を望んで、御所の時脇を胸に思って。十一月の夜、霜より冴えた夜、星は一つ一つ散としていた。 うやうやしく頭を下げるなり、同時に山浦清まろの撃った刀は、山浦清まろの凡度を突き刺して、仮の世の肉体を再び永遠の陽光炉へと送り戻した。